おい、霊夢、おい、起きろって。うん？あれ？おお、よかった、目が覚めた。ちょっと。一体ここはどこなのよ？もしかしてまた違う世界に飛ばされたの？いや、世界線はきっと同じだと思うよ。ではアイテムがなくなってる。まさかゲートくぐった時に落としたのか？いや、それはないと思う。先の時代のアイテムで過去に影響を与えてはいけない。もし僕の考えが合ってたらだけど、きっとここは過去の世界だと思う。か、過去の世界。まあそれは全然いいわ。え、意外とすんなり受け入れるじゃん。そんなことよりも、まず水はどこよ？作物はどこにあるの？なんで、砂漠に飛ばされるんだよいやー参ったなぁ。参ったって言ってもどうするんだ？まずこの時代って人とかいるのか？いやーどうだろう。まださすがに情報が少なすぎる。ってことは周りの探索をするのが最優先ね。ておい、あそこになんかあるぞ。見た感じ人工物か何かか？うーん、なんだろうこれ。これは、お墓だね。お墓？まあ砂漠だし川使う絵かなんかだろ。きっと大変だったんだ。てぃもんなんにもねえな。ナチュラルに墓を荒らすな。おー見て見て、なるほど砂漠の隣はジャングルか。完全に熱帯気候に来たみたいだね。でも砂漠だけじゃなくてよかった。まずはここで軽く資材を集めて、それからまた探索を続けましょう。お、ちょっと霊夢さん、見てあそこに村があるよ。よっしゃナイスマイケル、これで人がいることもわかったし、早速この時代についていろいろ聞いてみましょう。こっちに当て土産一つないけど平気か？さすがに大丈夫よ、どの時代も人は人に優しいもの。さあ早速行くわよ。あ、どうもすいません。ああ、なんだお前。どうも未来から来た最強でございます。未来？最強？バカ言ってねえで、暇なら夜への準備をしろ。夜？夜になんかあんのか？おいおい、ここは砂漠地帯だぞ。戦えねえなら家の中で隠れとけ。のんのん、私は最強って言ったでしょ？なら早く戦う支度しな。おい、こいつら冷たいじゃんか。ダメだね、全く取り合ってくれないや。にしてもこの村なんか衛兵多くない？確かに村の規模に対して戦える人が多いな。ちょっと衛兵さん。なんだよ、まだうろちょろしてたのか。私も戦うからちょっと質問させて。たくしつこいな。まあ戦力になるならまだいいか。この時代って天使とかいるの？天使だと？そんな夢みたいな存在いるわけないだろ。ってことは天使側の勢力ができる前の時代、もしかして夜ヤバいのってアンデッドのこと？本当にお前何にも知らないんだな。何にも知らなくても大丈夫よ。未来では私最強だったの。どう？最強の手を借りれるのよ。何をもって最強って言ってんのか知らねえが、武器がねえならうちのやつを貸してやる。ねえちょっと、なんでこの村は衛兵が多いの？なんでって言ったってそりゃ敵が多いからだよ。砂漠は特にアンデッドが多い。毎晩が生死の境の戦闘なんだ。へへ、まあ任せてよ。最強の攻撃力の前にボッコボコにしてやるよ。攻撃力？そうよ、この世界では力が全てを凌駕するの。力があればどんな戦いも勝てるんだから。ここがさっきの衛兵の家ね。この壁にある武器を使えってことか？初めて見るタイプの武器だね。しかも盾までご丁寧に置いてある。よし、早速この時代の敵と戦うとしますか。いいな。その剣はとても使いにくい。話を聞いてる限り力任せの戦いをするんだろ。うわ、マジでこの剣癖が強い。この動きは慣れるのに時間かかりそうだな。な、何あれ？スケルトンっぽいけど、でもスケルトンにしては HP 高くない？それにあいつ近距離武器持ってるぞ。ここは天使が生まれるより前の時代。この時代はアンデッドの勢力が圧倒的だった時だね。にしてもこの武器やたら使いにくいな。前の剣みたいに力任せに振ればいいってわけでもないし、扱い方がだいぶ変わってる気がするな。でもうまくコンボが決まれば敵の攻撃を受けないわ。こういう武器を見る感じ、この時代は力よりも技術が優先されてたみたいだね。戦いにくいな。まあゆっくり武器に慣れてくしかないか。おい、次そっちに行ったぞ。どうやら村の方も戦ってるみたいだね。おお、おめえ生きてたか。私が簡単に死ぬわけないでしょ。どうだ、あの剣は使いにくいだろう。ほんと使い勝手最悪よ。もっと簡単で強い武器とかないの？お前は力が全てを凌駕するなんて言ってたが、そんな力任せなものは戦いとは言わない。所詮ガキの喧嘩みたいなんで最強なんて生きりにも程がある。カッチリな頭に来たんですけど。すごいセルフ効果音のタイプだ。その武器はある程度簡単に扱える武器。最強を名乗るならまず技術を身につけろ。
なんでこいつこんなに上から目線なんだよ。まあでもいいわ。この時代で最強になるには技術を極めるのが手っ取り早そうね。この武器の扱いが簡単だっていうなら、だったら一番難しいやつを貸してちょうだい。ふんバカを言ってんじゃねえぞ。そんな単純な武器も使いこなせないやつに渡せるわけがないだろ。だったら何を基準で判断するんだ？それについては後で教えるから、まずは装備を整えるんだな。よし、とりあえずダイヤは結構集まったわね。こんだけあったらダイヤのフル装備ぐらいは作れそうだな。なんなら武器もダイヤの剣が作れるね。扱いに慣れてるだろうし、そっちの方がいいんじゃない？いや、私はこの武器を使うよ。さっき技術の面で最強になるって言っちゃったんだ。やっぱりかっこよく武器を触れるのも戦士のロマンだからね。元の時代に戻るときはもっと強くなって帰るんだから。なあ、せっかくならこの時代ならではの装備を作ろうぜ。防御力自体はあんまり変わんないけど、どうやら敵のスタン攻撃に耐性がつくみたいだな。さっきちょっと戦った感じ、敵の攻撃一発一発が重かったイメージもあるから、スタンに耐性のある防具っていうのは今後も必須になるかもね。お、装備が整ったか。で、一体私に何をしろって？まず最初にお前に倒してほしい奴がいる。この村の戦士の亡霊だ。戦士の亡霊？そいつはこの村の周辺に現れては全てを殺し尽くしている。でもなんで村の人たちでそいつを倒さないの？倒さないんじゃない、俺たちじゃ倒せないんだよ。なるほどね。まあ私の最初のボスって考えたら十分かな。そいつを倒したら約束通り次の武器を渡してやる。よっしゃ任せといて。そんなやつさっさとぶっ倒してきてやるわ。おっと、やらあれみたいね。サイズ的にはお前よりちょっとでかいぐらいだな。すごいな、威圧感が他のモブとは全然違う。敵もかなりの重装備って考えると、こっちの攻撃もズコズコ通る感じじゃなさそうだよ。でもあの装備のスタン耐性はあんまり高くない。相手に攻撃の隙を与えないでコンボで圧倒するしかなさそうね。よし、食料も食べたし距離を詰めるよ。おい、相手の前に気をつけろ。タイミングを測ってまずは一撃。うおっ、敵もローリングできるんか。でもひるんでるし攻撃チャンスよ。いいぞ、盾で攻撃をうまく防げてる。よし、このまま武器のスキルを使っちゃえ。なるほど、この武器は盾も攻撃用として使えるってことね。右下のスタミナゲージもそんなに減らないし、コンボが繋がるって考えるとだいぶ使いやすいスキルだな。いいよ、敵の足元に入り込めた。こうなると楽に攻撃が当てにくい。一旦距離取って落ち着きたいかも。停滞。やっぱ一回攻撃を許すと相手の手が止まらないな。だったら最初の一発は確実に防がないとダメね。いいよ、完璧なタイミング。二発目もそのまま来るのかよ。いや、こうなったらゴリ押せよ。おいバカ、そんな焦って攻撃しても意味ないぞ。攻撃のタイミングが難しい。うまくコンボに繋がるタイミングを探さなきゃ。まずいよ、 HP が半分切ってる。あとハート2つ。いや大丈夫、タイミング掴んだ。あとはノックが入るまでコンボを続けるのみ。いいぞ、敵に攻撃させない動き。よし、これでノックが入ったね。危ない危ない、今のうちに回復しよう。こいつスタンしない限り攻撃続くし、途中で引いて回復ってのが難しいな。なるほど、そりゃ力任せじゃやってけないわけだ。よし、それじゃあまた攻めていくよ。盾が武器になるならいいこと思いついた。さあ上から盾でダイブ。ひるんだところをすかさず攻撃。さすがに相手も復帰が早いな。でもこっちはコンボのタイミングを掴んでるから大丈夫。さあ通常攻撃とスキルで交互に削るわよ。さすが霊夢さん、最初は厄介かと思った武器でもすぐに順応できてるね。前に戦った将軍や人なんかが技術派だったのは、もしかしたらこの時代の名残なのかもな。戦士が攻撃力に固執してたのを見ると、技術だけってのも良くないみたいだけど、霊夢さんが過去に来たことでどうなるかってところだね。さあさあ、いい感じにコンボが決まってるよ。攻撃のタイミングはほぼ完璧になってったな。やばい、段差でタイミングが。ああ、いったそばからずれちった。一旦ガードしてまた攻撃を探さないと。でダメだ、攻撃が止まらない。まずいよ、スタミナだいぶ持ってかれてる。しまった、ノックされちゃった。やべえ、急いで距離取らないと。アップ名感一発助かったな。一回ゆっくり体勢を立て直しましょう。さあ、金リンゴを食べた私は強いわよ。そしたらさっきと同様上から攻撃。いいぞ、また敵がひるんだ。いや、ローリングで受け流してる。危ねえ、こっちの攻撃が通った。さあ、あとは防ぎながらコンボを決めるのみ。いいぞ、敵の攻撃はうまく防げてる。よし、パターン入ったぞ。さあ、コンボ決まるんじゃないの？はい、攻撃させません。いいよいいよ、うまく隙をつけてる。ただ敵の防御力もそこそこあるせいで、うまいことこっちの攻撃が通らないな。あとは攻撃のテンポを崩さないようにだね。もう敵の攻撃はほぼ把握した。あとはこのまま押し切るだけよ。で、ちょっとエイムがずれてる。おいバカ、攻撃飛んでくるぞ。危ない、2発目はなんとか防げた。でもエイムも定まったし攻めれるわ。さあさあ、手も足も出ないでしょ。やばい、無駄に飛んじった。大丈夫、しっかり攻撃入ってるよ。よし、ここまで来たらあと一発。おい、何いきなり背中向けてんだよ。そりゃ最後ぐらいかっこよく決めたいからね。まずはあいつより高い位置に行かないと。まずはブロック積み重ねて。さああとは顔面めがけて飛び込むのみ。よし、幸先はいいんじゃない？とりあえずまず最初のタスクはクリアだな。でも今ので扱いやすい武器ってなると。そうだね、これからもっときつくなるよ。まあまだやることもたんまりあるし、さっきの衛兵のところに行くとするか。ふぅ、戦士の亡霊も倒せたし、次は何の武器をもらえるかな。まあまあ、まずは衛兵を探しに行こうよ。
ねえ前言ってた戦士の亡霊倒してきたよ。ああ、遠くから見てたよ。お前の技術力は認めてやる。一番扱いが難しいやつを渡すわけにはいかないが、次のステップの武器は用意してやろう。やったありがとう衛兵さん。次の武器も結構癖が強いからな。特に HP 管理はしっかりしろ。あいつは極限までお前の体力を吸おうとするからな。体力を、吸う？まあまた手応えのある武器みたいだね。よしそれじゃあ早速取りに行こう。おいおいちょっと待ってくれよ。ちょっとハマったから助けてくれる？なんでそんな狭いとこに入るんだよ。いやー今回の武器も楽しみだね。 HP を吸うってのがちょっと引っかかるよな。まあでも扱いが難しい武器は強いってのが相場だから。お、なんか武器と本が置いてあるよ。これはスキルブックみたいだな。ウンガードがあれば十分な気はするんだけどね。正確なロール。なるほど、つまり回避系のスキルってことか。確かにこれがあれば敵の攻撃は確実に避けれるかも。そんで問題はこの隣の武器だよな。なんだかでっかい斧って感じがするけど、両手で握るタイプの武器だね。前回のよりも攻撃速度は遅い分火力に長けてるみたい。いいね、私の好きなタイプだ。豪快に敵をぶっ潰しちゃおう。おお、これすっげーな。武器の重量感が半端じゃねえ。しかもこれ地面叩き割ってるよ。だけど大ぶりな分敵の攻撃が怖い感じだね。この感じを見るにさっきのロールスキルは必須になりそうだよ。とりあえず前の戦いで装備もボロボロだし、その辺整えて夜に試し切りしてみるのが良さそうだな。さあまずは装備作りからだね。今回も前回同様素材としてダイヤのフル装備を使うみたい。ってことはステータス的にはあんまり前と変わらないかな。まあまあ十分だろ。この時代だと防御力ってよりスタンへの耐性の方を意識した方が良さそうだしな。前回も戦った感じどれだけ攻撃を受けないように戦うかが大事っぽいね。そんで今日使っていくのは金塊。レシピ的には前とあんまり変わらないかな。でもダイヤと金なんてだいぶ豪華な材料だね。よしじゃあ早速クラフトしちゃおう。うんうん、レシピもほぼそのまんまだな。ただやっぱ素材集めるのが面倒くさいよね。それだけ性能がいいって言われれば納得なんだけどさ。でも元の時代の翡翠やアークライトに比べればまだ楽かな。こうやってインフレが進んでくんだよ。さあさあどうよ。この砂漠にぴったりなオレンジの装備。おっいいな、武器にぴったりな見た目してる。砂漠の戦士感があってすごいかっこいい。もう夜になりそうだしちょっと戦いに行こうよ。さあさあ今夜も忙しくなりそうだね。村の方はほっといて大丈夫なのか。まああれだけ衛兵がいるしなんとかなるでしょ。そんなことより問題はこの武器よ。ちょっと振った感じスキルは常時使えるタイプじゃないみたい。なるほど、攻撃を重ねてやっと使えるようになるってことか。さあまず最初の餌食発見。さてどんな天体。こんの骨よくもやってくれたね。おっダメージ量は結構高いな。予想通りその分攻撃速度は遅いかな。まあさっき言ってた通り前の武器より扱いは難しいかもね。でももともと大型の武器を使ってた私からしたら大したことないわ。コツさえ掴めば使いやすい類の武器か。スキル使えるみたいだし試してみようよ。おっいいね、それ早速やってみようか。さてどうなるのかな。でもお前様子が変だぞ。何これ、力がみなぎってくる。すごい攻撃速度が倍以上に上がった。おいでも HP 削れてるって。はぁ、あ、はぁ、あ、このスキルやばい。こんなん一種の暴走状態だよ。攻撃速度が爆速になる代わりに HP がどんどん吸われてく。これが衛兵の言ってた体力を吸うってやつみたいだね。いやーめっちゃ危なかった。あのままだったら頭おかしくなりそうだったよ。いやー頭は元からいかれてるだろ。常に暴走状態なわけないだろ。ねえねえちょっと見てて。この武器どうやらため攻撃ができるみたい。おすげえ、それロマンの塊やん。でも溜めてくごとにスタミナ消費してるみたい。さあさあ極限まで溜まったぞ。そしたらこの斧を相手に叩きつける。おすげえ、火力が一気に上がったな。いいね、もっかいやってみよう。でも実際のボス戦なんかじゃ使い勝手が悪いかな。これは確実に決めれる時だけ使うぐらいだね。さあまた溜めて一気に行くぞ。すげえ、キンフルのゾンビも一撃だ。1対1ならこの攻撃もかなり強そう。前回みたいなでかいやつと戦う時に使うのは結構ありね。武器の扱いにもだいぶ慣れてきたし、サクッとこの夜も攻略しちゃいますか。ちょっと何よこの数。やべえな、一気に攻めてきやがった。よし、ここに溜めた強力な一発をぶち込んでやる。ちょっと待って、量多すぎるって。でも範囲攻撃なのが分かったわ。これなら一気に殲滅も夢じゃない。それだったら通常攻撃のコンボが一番だな。よしよし、こっちに集まってこい。遠距離のやつもいるからあんまり時間は稼げないよ。リーサーを振り回してぶっ倒す。さあかかってこいよ雑魚の集団。攻撃が当たれば一瞬ひるむからね。そのままコンボ待って、やっぱ数は踏ん。
さあ私激おこだぞ。私をいじめて楽しいか。金リンゴ食べたらどれだけ強くなるか教えてやる。別に攻撃力が上がるとかないけどな。回復がつけばその分ゴリ押せるのよ。攻撃範囲も広いから敵がどんどん倒れてく。ガハハハ、こりゃ爽快ですわ。前のより全然強いじゃないの。得意な大型の武器ってだけあって扱いにはすぐ慣れたみたいだな。よし、さっきの軍団はほぼ片付いたわね。あとはこのまま夜を守り切ったらもっかい衛兵のところに行ってみよう。そうだな、もしかしたら次の武器をくれるかもしれないし、そうなら技術ももっと深められるぜ。おい衛兵さんよ。おう、どうしたんだ。昨晩の被害はどんな感じだった。おかげさまで村の被害はゼロだったよ。その武器をそんなすぐ扱えるなんて普通にあんた強いんだな。そうだろうそうだろう、私こそが自他共に認める最強の存在。さあ次の武器をこっちに渡すんだな。おいおい、まだ今回のタスクをこなしてないぞ。タスク、ああ前回は戦士の亡霊を倒してくれとか言ってたな。今回はお前さんにピラミッドの調査に行ってもらいたい。あそこの周りだけアンデッドの数が異様に少ないんだ。なるほど、その原因を突き止めろってことね。おい、しかもピラミッドってことはお宝もあるぞ。よし、私に任せて衛兵さん。こういう調査はもう大好きなんだから。それじゃあ頼んだぞ。報酬は次のステップの武器を約束してやる。さーて、どんどん原因を究明し。いや絶対お前やんけ。ちょいちょい、なんかどえらい恐竜いるんだけど。こいつ知ってる。これを昔に骨になってでもピラミッドを守ってた恐竜だ。そりゃここは過去だし、そういうやつに遭遇することもあるか。霊夢さん、こいつと戦う。今回は原因の調査だけでよかったはず。無理に戦ってく必要はないよ。ちょっと冗談でしょ。こんなの私が見過ごせるわけない。それにどうやらこいつを倒さなきゃお宝は渡してくれなそうだしな。さあさあ、まずはお顔を拝見。一丁前にファラオみたいな冠までかぶってるわ。そんなことより動き出したよ。さてどんな感じで来るの。クスナの竜巻。おいおい、こいつもしかしてクソ強いんじゃないか。いいよ上等だよ。あんな骨かすこの斧でボコボコにしてやるさ。いいね、とにかくその武器は隙が多いからしっかり回避をすること。攻撃は受けなきゃ絶対に勝てるんだからね。あーもちろんそんなんわかってる。こういうでかいやつは攻撃が大振りだからね。さあまずは敵の観察だよ。よし、相手が近づいてきたな。そしたら攻撃を誘発してっと。やっぱり近距離は大振りの攻撃だな。さあ次はこっちの攻撃ターン。おい、この動ききっと竜巻だ。そしたらまずは距離を飛んで、クソギリ当たっちまった。なんか体が動かしにくいんだけど。なるほど、竜巻の影響っぽい。あの動きをしたら距離取るのを優先した方が良さそうね。さあ次はこっちの攻撃チャンス。竜巻を起こさせる前に一気に攻めちゃえ。で尻尾振り上げん。当たり判定広すぎるだろ。違うよ、これ尻尾を叩きつけた振動でもダメージ食らうみたい。ってことはこの足踏みも。アップねー、ギリギリ回避。いいぞ、攻撃は結構見えるようになってきた。問題はどうやって攻めていくかってところだね。あいつの攻撃は間隔がかなり空いてるわ。だからチャンスはあいつが攻撃を仕掛けた直後、ほんのちょっとの瞬間で削ってくしかなさそうね。さあまた攻撃チャンスが来るか。敵の攻撃が多くてなかなかタイミングがつかめないな。やばい、また足踏みだ。これブロックは見えないけど振動はしてるっぽいね。でまさかの2連続。いや、よく見ろ、もっかい準備してるぞ。やばい、これは間に。ええ、吸われた。こいつ攻撃食らったら絶対プラスで何かしてくるじゃん。しかも一発で HP 半分以上削られるからね。おい、なんか初めて見る動きしてるぞ。とりあえず移動して様子見ないと。さあどう来るか。いや、突進は予想できないって。しかも HP 一気に持ってかれてたな。でもあの攻撃も読めるようになった。相手の攻撃パターンがどんどん分かってきたし、こっから形勢楽天狙っていくわよ。さあ記念すべき再戦一発目はため攻撃でもお見舞いしてやる。でちょっと今突進体勢入るのはせこいでしょ。待って、間に合うん。実況だから周りのアンデッドが邪魔くさい。でも村の周りのアンデッドと比べれば強くはないね。見た感じ恐竜もアンデッドに敵対してるみたいだぞ。やっぱりこの辺でアンデッドが活性化しないのはあいつが原因か。個人的にこいつが抑止力になるのは嬉しいけど、でもそれでピラミッドの宝がもらえないのはムカつくわ。守護神だかなんだか知らないけど、ピラミッドの宝は私がもらっていくからね。さあちまちま削って残り半分。そんなのもう食らうわけないでしょ。よし、私の攻撃ターン。イートがっつり削れてる。さあそろそろこいつも攻撃してくるか。はい、残念、見切ってます。イートだんだん近距離でも戦えるようになってきたな。夜も明けてきたし、このまま一気に攻め切っちゃおうぜ。さあもう落ち着いて、この斧の餌食になりなさいよ。この恐竜もビビってるんじゃないの。残りの体力は1/5。この流れなら次で一気に削れるか。でもここだと地形状況がよろしくないね。それじゃあまずは一回体力を回復してっと。で突進かよ、アップねー。ナイス瞬発力だよ霊夢さん。へへ、もうこいつの攻撃は完璧に読めてきたからね。よし、この攻撃は隙が多いぞ。せっかくならここでため攻撃。でも全部まではためないで、スタミナは少し温存しとく。おい、こいつまた竜巻起こすつもりだぞ。これは近づけないから無理しないのが一番だね。さあ次で最後にしてやるよ。攻撃自体はあと2回で倒せそう。で待って、あいつまた突進してくるよ。大丈夫、距離取れてるからタイミングもつかみやすい。よし、いい感じに軌道からそれてるな。さああとはあいつが U ターンしたその瞬間に叩いて、叩くだけじゃー。
いやーピラミッドの中が結構広いね。この広さだとかなりの権力者の墓っぽいよな。ちょっと薄暗くて不気味だ。下からをもらってさっさと帰ろうよ。まだ下にも階層がありそうだし、まずは周りをちょっと見てみようか。うん、これは何だろう。こういうの見てもよくわかんないんだよね。まあ脳筋タイプのお前じゃ謎解きは向いてないだろ。ちょっとあんた普通に失礼だからね。それってこれは一体何なの。うわ一体すごい、こんなに綺麗に引っかかる人いるんだ。はあ、全く採掘速度低下がかかってるせいで掘るのが全然進まない。え、ちょっと待って、お前何やってんの。いや掘れば謎解きしなくていいかなって。結局脳筋じゃねえか。よし、お宝ゾーンにやっとたどり着けた。でもすげえな、下の方お前のこと殺す気満々みたいだぞ。私は死んでも宝は破壊させない。このピラミッドの思い通りには絶対に行かせないからね。よし、やっと制圧できた。さてさて、お楽しみのお宝タイム。うん、中身はあんまり美味しくないか。いやでもスキルブックがあるのはありがたい。これがあるだけでだいぶ戦闘の幅が広がるからね。とりあえずいらないものはここに置いて、そんで必要なものだけもらっていっちゃおうか。おっちょい、金リンゴは助かるね。こいつがあるだけでだいぶ形勢楽天できるし、めちゃ強いやつと戦う時に使わせてもらおうか。さてそんで次のチェストはっと。うん、ここも結局良いのはスキルブックぐらいだな。まあこの辺の内容は帰ってじっくりやるとして、さあ他に忘れ物はないかな。すごい宝にがめついんだね。危ない、この箱忘れるとこだった。手真ん中の刀なんか分裂違くないか。確かにちょっと周りの武器より覇気があるというか、なんというか。うん、僕たちが考えてもどうせわかんないし、かえってあの衛兵に聞くのが一番早そうだね。まあピラミッドの調査も完璧にできたし、一旦いろいろ報告しに村に帰るとしますか。ふう、村まで帰ってきたらすっかり夜になっちゃったよ。帰ってくる途中でも結構な数の敵は倒したよな。でもこんだけアンデッドが多いってことは、やっぱり勢力的に大きな差があったって証明してるわよね。ただ問題はこいつらのボスが何かだよな。アンデッドのボス、うーん、私じゃウィザーぐらいしか想像できないや。でもほらあいつ相当な雑魚じゃんか。ってなるとウィザーがボスとは思えないんだよな。まあそんな急ぐ必要もないし、とりあえず今はいろんな武器を触って一番使いやすいのを決めようよ。この間ピラミッドで拾ったちょっと異質な武器も気になるし、せっかく過去に来たなら存分に満喫しちゃおう。なんかこいつだけ旅行感覚になってない。おい、こっちは真面目にやってんだよ。衛兵さんこれ見てよ。なんだピラミッドは調査してきたのか。じゃん、これがそのピラミッドに入ってた武器だよん。おっおい、その武器を近づけるな。ちょいちょい、なんで逃げるんだよ。でもその武器があるならピラミッドに行ったのは認める。その武器は私たちの先祖が封印した武器だ。扱いが下手なら使い手が死に、扱いが上手なら最高の性能を持つ。へえ、だいぶ面白そうじゃない。まあ私は前に侍のボスも倒してるからきっとすぐ使えるわ。ねえ、ところでなんで今アンデッドが活性化してるかってわかる？そんなの俺らじゃ何にも知らないさ。生まれた時からこうだったんだ。まあ古代の寺院ってところに行けばわかるなんてやつもいるが、あいにく俺らじゃ自分の村を守るので精一杯よ。お前さんも暇なら剣でも振って手伝ってくれよな。うん、古代の寺院、私たちも初めて聞くようなもんだな。まあとりあえずどっかでかけるなら相応の準備はしてかなきゃ。手間って、この剣振り心地が最高すぎる。すごい、今までの武器の中で一番俊敏性がある。となると前みたいな豪快な戦い方はできなそうだね。どちらかというとコンボ、相手に攻撃させないように攻めてくのが良さそうだな。そんで次なんだけど、前回はピラミッドに行ったし、次はジャングルの寺院に行ってみようよ。となるとまずは装備の準備だな。まあ今のままじゃ雰囲気も合わないしね。ってことで今回はジャングルにマッチした装備を作っていくよ。はい、まずは前提としてダイヤモンドフル装備。もうこの光景に違和感は感じなくなったよな。まあそんな驚くほどの高コストってわけでもないし、ボスドロップとかいらないなら全然平気よ。はい、そしたらダイヤ装備に火事大敵を合成するだけ。お、なんか森の戦士みたいな装備ができてきたね。さあそしたら今着てる装備と入れ替えてっと。さあ外見はどんな感じになるのかな。うお、すごい、マジで森の戦士じゃん。いやいや、こんなやつが刀持ってるの怖すぎるでしょ。もはや戦士ってより暗殺者って感じ。そこまで恐怖心煽ってる。さあ次はすっかり忘れてたのをやってくよ。応援ちゃんとか、確かにすっかりやるの忘れてたよな。いくら装備は変えても強さはいつも大体一緒だからね。アンデッドのボスに近づいてけば敵も強くなるだろうし、これからは応援ちゃんとが必須になってくと思うよ。そういえばピラミッドでゲットしたスキルを習得してたんだけど、何もしてないとなんかだんだん HP が増えていくんだよね。
それはきっとハートシールドの効果だね。これがあれば最大 HP は40、しかも時間経過で回復するからかなり便利なスキルだよ。このスキルがあればある程度 HP に余裕のある状態で戦闘が始められるのか。そう考えると今まで即死だったような敵の攻撃やコンボでもそれだけじゃ死なない可能性もあるってことね。さあ一旦スキルの謎も解けたみたいだし、次は刀の性能チェックをしてみようよ。よし、じゃあまずあのクリーパー、最初の音をしてる状態からの抜刀、そんでさらに追撃。おっぱちくそかっこいい。すごいよ、立ち筋がまるで見えない。もちろん霊夢さんの使い方が上手いのもあるだろうけど、剣自体がかなり振りやすい作りになってるのかな。さっき衛兵が言ってた扱いが下手なら死ぬっていうのは、もしかしたら使いやすいがために調子に乗って戦って死ぬって意味かもしれないな。もちろん単純な振り方は簡単だけど、その分距離感を測るのが難しいわ。これは相手と私の居合をしっかり理解するのが必要そうね。さてと、だいぶジャングルの方まで近づいてきたけど、中にはどこにでも敵がいるし、あんま入りたくないんだよね。そんな格好してるし森の長とかと勘違いするんじゃないか。ただの骨に冗談が通じると思うなよ。まあ最悪襲ってきたらぶっ飛ばしてやるんだけど、数が多かったりしたらめんどくさいな。でもホラ寺院って言ったら中にチェストがあったよね。おっ、これはお宝の匂いがプンプンするぞ。もしかしたらこの刀と並ぶ最強の武器があるのかも。よし、そうとなったらすぐ寺院を探しちゃおう。よし、やっと見えてきた。結構大きめの寺院みたいだね。そうだな、元の世界のよりだいぶ大きい。これは最高級のお宝が眠ってるに違いない。ただもしかしたら変なのが住み着いてる可能性もあるからな。いやいや、こんな場所に住むなんてセンスなさすぎでしょ。野生動物や虫ならまだしも、人が住み着いてたら大爆笑待ったなし。後世に語り継がれる笑い物にな。なんかすごいでかいの住んでますけど、きっとこういう渋いのがモテるんだと思う。敵が違う、敵対するなら倒さなきゃ。ちょうど練習の見せ所なんだし、この刀を使いこなすのに協力してもらうわよ。いいぞ、今のところ完全にリードしてる。所詮こんな森の奥でのんびりしてるやつなんかに負けるわけないわ。それに相手の剣は両手用の剣、攻撃が大振りのはずだから速度的には完全に有利だよ。おっ、いいぞ、敵がこっちの攻撃を終えてない。こいつ結構いい装備してるのか、攻撃自体が通りにくいね。でも攻撃受けなきゃ負けないからな。そうだよ、防御力が高くてもダメージは受けるんだから。確かに攻撃速度の速いこの武器ならなおさらね。よし、そしたらまずちょっと距離を取って。おい、何すんだ。まあまあいいから見てなって。よっしゃ、今だ。おっ、自分の前を掴んでるね。これなら敵が攻撃を仕掛ける前にこっちから仕掛けれる。敵がコンボを重ねそうなら一旦居合でひるませる。やっぱり刀の扱いは上手だな。まあでもそりゃ前に将軍倒してるから納得だよね。さあ、そしたら次は一回ガードして、そのままステップ。おっ、すげえタイミングドンピシャだ。ステップ、かなり難しいスキルを覚えたね。相手の攻撃のタイミングに合わせて使えば最小限の動きで攻撃を避けられる。ただこれタイミングがほんとシビアだからね。私もまだまだ成功する方が珍しいくらいだよ。ただ極めれたら一騎打ちの時には最強だな。おっ、見てみて、めっちゃコンボ決まってる。よし、このまま攻撃すれば。オッケー、まずはノックダウン。敵の HP は残り3分の1。この流れならスラッと倒せそうだな。でも待って、どうせならステップの練習してみたい。まあ敵が強くなるのが想定できるなら、だったらこういうところで練習するのも強くなるからな。こいつがここを住処にしてるんだったら、せめて中で成仏させてあげたいわね。まあ侵入者は霊夢さんだと思うけど、でもお宝の邪魔をするのはこいつが悪い。それにステップもだいぶ正確性が上がってきたからね。悪いけどもうあんたはここでお役ごめんよ。よっしゃ、敵の体力はもうあと40。次のコンボで終わらせちゃえ。そうね、ステップ用のスタミナもないし、まずはコンボで一旦ノックダウン。やっぱり最後はかっこよく決めたいからさ、一旦距離を取って刀を脳刀。敵がこっちに来たとこに向かって抜刀。敵が追いつかない隙に連撃も追加。うん、だいぶ戦えるようになった。これなら衛兵の言ってた扱いが上手い方になれそうだね。さてさて、そんで問題の寺院だけど、道は狭いけど建物はかなり広そうだよ。見るからにヤバそうなトラップもあるし、こりゃだいぶいいものが期待できるんじゃないか。ここ通らなきゃなの嫌だな。電話なんか飛んできた。すごい、レッドストーンの回路も相当組み込まれてる。今は過去に来てる僕たちだけど、それより昔の人たちは相当賢かったんだなって感じだね。うん、ちょっと他の道も見てみようか。いやー、ダメだ、ここしかない。となると無理やり突っ切るしかないな。さすがにちょっと抵抗あるけど、しょうがないか。大丈夫、ハートシールドもあるし死なないよ。パッとこんなの抜けちゃおう。ってあれ、全然飛んでこないじゃん。きっと年数が経って矢が少なくなってたんだな。よしよし、まただいぶ降りてきた。ってまたこれはわかりやすいトラップだな。どうせ感圧板を踏んだら落とされるんだろ。下が溶岩ブロックなのに優しさを感じる。それにしてもなんだかトラップ自体がかなり単純。これじゃあお宝への期待が薄れちゃうよ。じゃあもっと過酷でハードなのが良かったか。多分これぐらいが私に適正だと思う。おっと、ここは何なんだ。これ以上下に降りる階段もなかったし、宝があるとしたらこの部屋になりそうだよな。でこの橋渡ったところにチェストあるよ。中身かなりしょっぱいな。いや、これで終わりなはず絶対ないぞ。必ずどっかに回路があるから、ちょっと探してみよう。いやー、これが一番怪しいね。なんかちょっとアスレチックみたいになってるし、それにここに違うブロックが置いてある。いや、でも特に何か作動した音はしてないけどな。
ほんじゃちょっと反対側にも行ってみようか。よいしょ、よっこいしょっと。落っこっちはなんか作動したみたい。おい見ろ、なんか水が流れ出てる。ってことはここが本当のお宝部屋。よしよし早く中身を覗きに行こうぜ。さあ今回は何の武器が眠ってるかな。おっやっぱり奥にチェストが置いてある。さてさて何が入ってるかな。はいオープン。おっきんぽいメラルド。それに、本でそこ水中だから早く出ないと。なあその本何が書いてあるんだ。どれどれ。古代都市に行け。ゴーデンを殺せ。深淵の心臓を使え。古代の寺院を見つけろ。古代の寺院、前に衛兵が言ってたやつだな。ただゴーデンを倒さないといけないのか。あいつはとにかく攻撃力が高いからな。聴覚も嗅覚も異常だから攻撃を確実に当ててくるし。ただ深淵の心臓と古代の寺院が引っかかるわね。それじゃあ次は古代都市を探しに行く。そうだね、このままじゃ手ぶらで帰ることになるし、村に帰る前に古代の寺院とやらに行くとしますか。いやー砂漠もジャングルも抜けてサバンナまで来ちゃったよ。すぐそこに村があるし古代都市のことでも聞いてみたら。そういやなんだかんだサバンナの村って初めてだよな。まあどうしても普通の村と砂漠の村以外ってパンチが弱いもんね。いやいやパンチが弱いって、それにしては村の規模でかすぎない。おいちょっとちょっと。な、なんだねあんた。あんた見るからによそ者じゃないか。村人さん古代都市って知ってる？私ちょっとそこに用があるんだけど。なんだ今体の知らずのバカ者かい。あそこに行った人で帰ってきた人なんて見たことない。あそこにはオーデンって怪物がな。そりゃまたヨーデンねん。オーデンがヨーデンねん。プップップ。まあこの辺にあるんだな。確か山岳地帯の地下にあるらしいし、ちょっと山の方に行ってみようか。オーデンがヨーデンねん。プップップ。ねえあの人まだなんか言ってるけど。マイケルにいいこと教えてあげる。触れないことも優しさなんだよ。さてとりあえず山の下の洞窟に入ってみたけど、さすがにアンデッドが多いよな。今は無理して戦いたくはないし、できれば気づかれずに下に行きたいんだけど。まあ刀なら戦闘が騒がしくないし大丈夫じゃない。一体一体パパッと仕留めて先に進もう。おっこの辺からまた下に降りれそう。この洞窟もだいぶ深くまで続いてそうだな。おっとんぴしゃで古代都市だ。やっぱりかなりの広さがありそうね。さすがにここからジャンプしたら敵に囲まれそうだし、ちょっと違うルートを探すしかなさそうね。よしよし下までは降りれたけど、ちょっとスカルクセンサーが怖いんだよね。持ってきた羊毛にもかなり限りがあるし、建造物に近づくまではスニーク移動にするか。よしよしだいぶ近づいた。とりあえずちょっと探索してみて、まずゴーデンと戦いやすそうな場所を探さなきゃ。ゴーデン、霊夢お前一騎打ちで倒したことあんのか。元の世界で一回だけ倒したわよ。確か穴に落として弓と鍾乳石ではめ殺し、もう完全にボッコボコにしたんだから。もしかして今回もそんな感じ。そりゃ安全に倒せるに越したことはないだろ。ゴーデンって言えば近距離も遠距離も最強格だからな。でも本当にそんなんでいいの。マイケルなんか問題ある。それじゃただの弱虫みたいだなって。いいよ刀でフルボッコにしてやるよ。おいマイケルあんま煽るなって、こいつバカだからすぐムキになるんだよ。お前が一番煽ってんだよ。ゴーデンと戦うならスカルクセンサーとかあんまないところがいいかな。ただ障害物もちょっとは欲しいよな。いくら聴覚と嗅覚に頼ってるって言っても、ある程度の障害物はあった方が戦いやすいぜ。とりあえず周り一周してみて戦えそうな場所を決めようか。よしとりあえずこの辺りでいいかな。結構端っこの方だし他のスカルクシュリーカーはなさそうだよ。そんで流れ的にはゴーデンを倒して深淵の心臓を使うんだよな。そうそうスムーズにいけばそんな感じだね。まあ問題は簡単に倒せるかどうかなんだけど。うっし出てきたなゴーデン。本当に近距離の一騎打ちでいいのか。さすがにここまで来て引けないわ。まあ技とか力とか常識の通用する敵じゃないけど、素材が必要だってなら倒さなきゃだからね。さあこっちの匂いを探知したみたい。相手の目が見えないならこっちが先制攻撃。そんで敵の攻撃のタイミングでしっかりガードをしていくよ。おいバカ距離取ってもこいつ意味ないぞ。ってそうだ縁いっぱい。やばいねハートシールドがほとんど持ってかれた。ここはスタミナ消費を抑えてシールド溜まるの待つか。いやいやそんな暇ないよ。あいつビームを数秒間隔でぶっ飛ばしてくるんだから。ほら行ったそばからまた次が来る。やばいねこのペースじゃ回復なんて意味ないよ。だったらもうこっちから攻めるしかないって思ったけど角に追い詰められちった。おいやべえぞハート削られまくってる。やばい回復回復。ちょっと距離取ってもダメなんだ。あくん
さあ来いよ化け物、私がぶった切ってやる。遠距離攻撃もちょっとした策を持ってきたからね。さっき拾った新しいスキルを試してみるよ。え、何今の一瞬消えたぞ。ステップの応用技でシャドウステップっていうみたい。こいつがあればビーム攻撃も避けれると思うんだ。今バリバリ当たってましたけど。違うの、こっちに誘導したかったの。さあ金リンゴを食べて近距離戦。攻撃のタイミングでガード、いやビームならシャドウステップで避けた方がいいかもね。よし、このタイミングで発起動を完全に読まれた。くっそ、コーナーや攻めるしかない。クソ、このままじゃ拉致が開かない。とにかくあいつの攻撃までに削るしかないね。とにかくこの武器は攻撃速度が速いのが取り柄だからね。散って切れば金リンゴ食べてから近距離戦に持ち込みたい。おい、でもこのまま逃げてちゃそんな隙もなさそうだぞ。よし、この辺なら食べれるかな。ダメだよ、もうビーム撃ってくるって。よし、ハートシールドも動き出したから HP に余裕ができる。よし、このタイミングで金リンゴ投下。てなんだ、食べれてないじゃん。あっつねー、ギリギリ。てダメだ、全然回復足りない。こいつもステータスどんだけバグってるんだよ。ここまで来たら普通の金リンゴじゃ全くダメね。そうだな、あの攻撃力なら上位金リンゴじゃなきゃ太刀打ちできなそう。さあ最強のアイテムで一気に攻めよう。気づいたところで遅いわよ。あとは敵の近接攻撃のタイミングで完璧にガード。いいぞ、一気に HP 削れてる。よし、スキルも溜まってるし一旦距離を取って、そんであいつが走ってきたところを抜刀で一気に距離を詰める。さらに追撃で討伐。そんで深淵の心臓ってのがドロップしたのはいいけど、だいたいまずこれどうやって使うの？いやー、私もわかんないな。まずこのアイテム元の世界にはなかったもんな。ちなみにマイケルはこれ何かわかる？もし僕の思ってるのと同じだったらだけど、もしかしたらそれはアザーサイドっていうディメンションへの鍵だと思うんだ。本来何もないこの上のゲートを開通させるアイテムかもしれない。もしそうだったら一体どんな場所に繋がってるんだろう。ほんじゃあこいつネザーゲートの火打ち石みたいな役割か。それじゃあやってみようか。そしたらここに。てお、本当にゲートができた。これが、アザーサイドへのポータル。まあここでうじうじしててもしょうがないし、ここは覚悟決めていくとしますか。ここは壁の中か。だいぶ壁の色が気持ち悪いな。でも見た感じ鉱石の生成率は高そうだね。とりあえず目標の古代の寺院を探しに行きましょう。さてさて、そろそろ広いところに出るかな。うわ、スカルクセンサーがめっちゃある。ここ全部ディープダーク。ではなんだこいつ。おい、なんだよこのキモすぎる生物。しかも他にも変なのいるみたいだよ。すごいな、完全に未知数だ。でここファントムもいるのかよ。しかし当たり一体不気味だな。それに遠くが全く見えない。これだったらウォーデンのドロップアイテムで作れる装備でも使ってみる。ウォーデンの装備なんてあんの。せっかくこういうとこに来たなら一個作りたいよな。よしよし、ちょっと材料を見繕ってみよう。どうやら必要素材はこれみたいね。ウォーデンのドロップアイテムが4つ必要なのか。今持ってるのは3つだし、あと1体は確実に倒さなきゃだね。とりあえず最低限のアイテムを持ってきたけど、もうこっからは弓でじゃんじゃん活かしてもらうわよ。さあ、何も知らない虫の怪物が出てきたわ。まあ遠距離ならある程度削れるだろうし、上位の金リンゴもあるからいけそうだな。おっ、相手も戦闘態勢に入ったみたい。さあさあ、さっきの報復だぜ。手を一気に迫ってくる。思ったよりあいつ走るの早いんだな。おい、やっべ、気づいたらだいぶ近いって。この距離ならもう刀で戦う方がいいか。そうだな、こいつ完全に近距離戦闘モードに入ってる。おい、即遠距離攻撃じゃんか。しょうがねえな、だったらまた弓で撃ってやる。いや、でもこの距離なら刀で行った方がいいぞ。よし、このまま半分までは減らしたい。金リンゴ食べてる暇もないし一気に行くよ。これだけ連続で攻撃食らっても一切ひるまないのか。だったら無理やりでも行けるとこまで。実残りはあと半分ちょいか。またあいつもこっちに気づいたみたいだな。ローションを取って詰めてくるまでが攻撃チャンス。ただあいつ足短いくせに移動は早いんだよね。さあ、この距離まで来たら刀に持ち替えるよ。おい、お前再生系の効果ついてないって。そうじゃん、すっかり忘れてた。でもダメだ、戦闘始まったらなかなかタイミングがないね。ちょっと引いたらすぐビーム攻撃かよ。やばい、残りハート半分。だったら近距離でガード決めよう。よし、いい感じに。もうこうなったら使ってやるよ。上位の金リンゴで一気にぶっ潰してやる。攻撃食らったって関係ない。こいつより早く攻撃を入れるんだ。ダメージレース的にはほぼ一緒だったらもっと早い攻撃で完全に仕留めてやる。さあ、そしたら早速クラフトしてみようか。そしたらベースの防具がネザライトになるから、ちょっとだけコストは高いんだよね。まあまあ、この前のスティールナイトが落としたのがあるし、とりあえずヘルメットで作ってみようかな。さあ、そしたらもう一個の素材だね。さっきのウォーデンのドロップ品をまず4つ、そんで残響のかけらを1つ、あとはファントムが落とす被膜が4つ必要だよ。お、なんか違うアイテムができたみたい。そしたらネザライト装備とか時代で猛省するだけ。この装備だいぶコスト高いな。素材のためにウォーデン倒さなきゃって、そんなのだいぶ期待しちゃうぞ。よし、できた、ウォーデンヘルメット。さてさて、ちょっとつけてみるか。ちょっとなんかダサくない？さてさて、だいぶ離れたとこまでやってきたけど、スカルクセンサーの数がめちゃめちゃ多いな。にしてはスカルクシュリーカーの数が少なくないか。まあそんなポンポコウォーデン出てこられても困るし、こっちとしては助かる限りなんだけどね。
ちょっとこれ見てよ、紫色の木が生えてる。もう明らかな不気味感というかなんというか、本当にこんな場所に寺院なんてあるのか。まあだいぶ広い世界みたいだし、もうちょっと探索しつつ探してみようよ。おっおい、なんか奥に建物あるぞ。ほんとだ、遺跡みたいな。これが寺院なのかな。てやばい、スカルプシュリーカーが反応してる。ちょっとでも眺める時間はなさそうね。パパッと行って何があるか確認しないと。サイズ的にはそんなに大きくないかな。まあ探索自体で難航するってのはなさそうだけど、ただどこからおでんが来るかわかんないからね。ほら行ったそばから反応してる。でしかも音的に出てきちゃったみたいだぜ。とりあえず目視できる範囲にいないし、ちょっと探索しちゃいましょ。よし、中にあったシュリーカーは全部壊せたわね。チェストはもちろん、その辺の壺の中身ももらってこうぜ。おっ、なんか剣があるよ。それに本もここにあんじゃねえか。この剣は、ルイーネ。おっ、マイケルなんか知ってるの？そりゃルイーネって言ったらこの世界じゃ有名だからね。圧倒的な強さは持ってるものの、でもあまりに持ちに染まったためにどこかに封印したって聞いてたんだけど。それがなんでこんなところに。でも強いならもらっちゃえって。別に今さら誰が使ったって変わんないだろ。へへ、まあそれもそうね。最強になるなら何でもするって決めてるし、ここまで来れた私の成果だと思えば誰も責めないわよ。絶対。おい、ボーデン、すぐそこまで来てるぞ。さすがにこの辺で戦うのは分が悪すぎる。ここは急いでポータルのとこまで戻った方が良さそうね。よし、無事戻ってこれた。さっきゲットした本をちょっと読んでみようよ。アンデッドに関しての情報が入ってるかもよ。アンデッド、ゾンビ、スケルトン、エクスパンション、それにウィザーにスケルトンキング、コラプテッドチャンピオン。これってどういうことだろう。とにかく下に行くにつれて強くなってる気はするよ。ってなると一番下がアンデッドのボスってことか。これじゃあ私たちが言い合ってても何もわかんないな。とりあえず一番情報聞きやすいのはあの衛兵だし、必要なものを持ったら村に帰るとしますか。いやー、帰ってくるまでで装備がもうボロボロだよ。おい、あんたどこ行ってたんだよ。昨日の夜はだいぶアンデッドがすごかった。衛兵も何人もやられて結構な被害が出た。いやー、それはごめんだったけど、でも古代の寺院で興味深いものを拾ってきたんだよ。おっおい、その剣って。この剣悪いね。ずっと封印されてた剣なんでしょ。その武器のスキルがかなり特殊でね、誰が隠したのかもわからない、天使のいたずらだなんて言われてるような武器だよ。特殊なスキル、ちょっとそういうの大好きだからこの武器も使ってみようかな。そんであと本も拾ったんだ。いろんなアンデッドの名前が書いてあるんだけど、私的にはこれを全部倒せばアンデッドの勢力が弱まると思うんだよね。まあ噂レベルで聞いたことのある名前があったけど、とにかく今はそんなのより村の防衛を優先してよ。こっちはただでさえ人手不足なんだ。まあ今は忙しそうだし、あんま情報は聞けないかもな。こっちも住まわせてもらってる身だし、たまには村の防衛の方に力を入れますか。それじゃあまず装備を整えて、そしたらネザーの探索に行くとしますか。お前確実に話聞いてなかっただろ。なんでよ、ちゃんと聞いてたって。だったら今すぐ耳鼻科行ってこい。やばいやばい、準備してたら夜になっちゃった。荷物整理きちんとしないからめっちゃ探す羽目になってんじゃん。とりあえず今日はもうネザー間に合わないし、村の防衛を手伝おうか。ほんでちゃっかりルイーネにもエンチャントしちゃうんだ。そりゃせっかくなら強い武器は使いたいでしょ。ただ武器の癖はありそうだからね。大丈夫大丈夫、私適応力だけはすごいんだ。ちょっとその辺の敵で武器鳴らしに専念するよ。さあさあ、蹂躙の時間だぜ。手間ってなんか出たんだけど。見た感じソードスキルか。ダッシュしながらスキル使うと今のができるみたいだな。よし、じゃあ次は普通にやってみよう。全身プラスジャンプで攻撃したら一気に距離を詰めれるみたい。うんうん、普通の攻撃は大振りだけどヒット回数は多そうだ。ちょっとやばいよ、村が襲われてる。おい、しかもこいつ前倒した戦士の亡霊じゃねえか。急にはいたと思ったら村に来やがって、おとなしく成仏しとけばよかったのに。まあこんな雑魚敵すぐにぶっ飛ばしてやりますわ。いいね、前の戦闘でもうパターンはわかってる。さあまず敵の攻撃をガードで完全に防いで、ここで隙をついてこっちのターン。よし、こっちのコンボが通った。さあまずここでできるだけ敵の HP を削る。もっと攻撃をして相手が少し後ろに下がったら、へへ、ちょっと試したいことがあるんだよね。ジャンプからのスキル。おっ、すごい、テレポートした上に下から剣が突き出てる。なるほど、見た感じエンダーマン
ンみたいなこともできんのか。癖はあるけど慣れればかなり戦いやすい。スキルも使いこなせればいろんなパターンの攻撃ができそうね。こいつは簡単にひるむから戦いやすいよな。問題はそううまくいかない場合の敵だぜ。とりあえずこの村周辺は平気そうね。特別強い敵は湧きそうもないし、なんなら湧いてもすぐレイムさんが片付けちゃうからね。まあ最強だからその辺は任せてもらいたい。でそれよりこいつもう倒せそうだよ。すげえ、名前はもうちょい時間かかってたのに。さあどんどんコンボをつなげていくよ。相手に攻撃させなきゃ勝てるんだから。ほんでここまで削ったら最後にジャンプスキルで串刺しにしてやる。今回はどの装備を作ってみようかな。もうその辺の装備は特に強さは変わんないんだよね。まあまあ見た目も強さの一つだからさ。それ全然関係ないけどね。バカ野郎気分の問題だよ。ヘニョヘニョなドラゴンといかついドラゴン、どっちが威圧感を感じれるかって話だよ。そりゃ威圧感は大事だからね。やっぱりそういうロマンは大事にしてかないと。よし、では今回の装備決めた。あれ、この装備って前作ったやつじゃない？のんのん、これはあくまで前提装備。こっからさらにかっこよく仕上げていくんだから。あれでも強さそんな変わんないんですよね。だからロマンだって言ってんだろ。さあそしたらさっき作った装備と白の占領で完成。ベースは同じでも色が違うとだいぶ印象も変わりそうだな。ついでにエンチャもして装備してみたよ。オッケンも装備にマッチしててかっこいいな。よしよし、かっこいい装備もできたことだし、そしたらネザーの探索に行っちゃいますか。ネザーゲートで思い出したからここに来たけど、やっぱポータルが開いてるってことはなかったわね。でももしかしたらこのポータルを通って元の時代に戻れるかもよ。いやーもし違う手段があるならそっちを選びたいし、それにこのアンデッドの量を無視して帰るなんて絶対嫌よ。帰るならまずこの時代で最強になってから、それから改めて帰る準備を始めるにしましょ。ってことで拠点近くにネザーゲートを作っていくわ。この海沿いならさすがに敵が流れても平気だろ。まあもちろん敵が流れても全部私が倒すから問題ないけどね。あとはこの時代のネザーがどんなのかが気になるところ。さあそしたら着火オンファイヤー。よしよし、早速行っちゃいましょ。やっぱネザーにもアンデッドの勢力はいるみたいね。こうなると本格的にあの本が気になってくるよな。あの本の流れで行くと次に強いのはウィザーかな。まあウィザーぐらいのレベルならサクッと攻略はできるだろ。問題は後のスケルトンキングとコラプゼットチャンピオン。日本語で訳すと落ちた英雄ってとこか。そう聞くとそいつがボスって考えるのが妥当かな。とりあえずちょうどネザーに来てるわけだし、せっかくならウィザー用にウィザースケの頭を集めちゃいましょうか。家のチェストに戦士の亡霊が落とした分もあるし、実質集めるのは1個で良さそうだな。てかネザーのアンデッド数多くない？いやほんとよ、ちょっと多すぎる。まあこういうのは一旦引きつけてっと。はい、上からドカン。押しかも下から出るやつは複数体に有効なのか。1対1での強さはもちろん、相手が複数いても全然戦えるってのがこの武器の強みだね。さあだいぶ移動してきたんだけど、マイケルこの崖降りれると思う？いやーさすがにここは遠回りして下に。ハイズドーン。よし、着地成功だね。うわ、めっちゃスケルトンいる。まあ僕の意見なんて耳も貸さないわな。はいはい、ザコさんは一網打尽よ。ただの骨ごときに私が負けるもんですか。ねえ、何回かにもヤバいのがあるんだけど、なんだこのバカでかい建物。これは、闘技場？お、マイケルもしかして知ってんのか？いや、僕がネザーで知ってるのは、元の時代で倒したブレイズキングとネザライトの怪物だけ。まあ何かがいるのも確定できてないし、もしかしたらただお宝のある遺跡の可能性もあるからね。いざより近くに来るととんでもないデカさだな。一体こんなとこで何が戦うっていうのよ。あの真ん中のやつはなんだろう。見た目的に祭壇っぽいとは思うんだけど。なんか見た感じ下にも続いてる気がするから、先にそっちの方を覗いてみましょうか。へえ、結構しっかりとした作りになってるわ。うわ、なんだこいつ。なんだブレイズの進化版か。本体の周りを盾が回ってる。しかもめっちゃ頑丈そうな盾なんですけど。まあそんなのすぐ砕いてやるわ。いやダメだ、攻撃が一切通ってない。しかも吹っ飛ばされる。くっそ、これどう攻略するのが正解だ。いやでも今の弓の攻撃はダメージ入ってた。今のタイミングってことは攻撃直前がチャンスってことか。そうなると今はどんな攻撃も無効になるみたい。しかもこれじゃあどんな状況か一切わからん。とにかくチャンスの時にちまちま削るしかないな。幸い攻撃の能力が乏しいみたいだし、私たちは長期戦でも全然戦える。よしよし、かなり削れてきたよ。これで削ってあと弓一発分だな。気をつけなきゃなのはノックバックだね。真ん中に落ちないように必死でガード。さあ敵が攻撃のフェーズに入ったみたいだぞ。よし、あとはちょっと待ってぶち込むだけ。まったくこんなところでずっとくるくるして何がいいんだか。さあそろそろタイミング。よし、まずここの変な生物は倒せるな。そうね、レベル的に全然強くはないけど、まあなんかレアそうなアイテム拾ったし、よしとするか。さてそんで問題はここの真ん中ね。下の階は他に何もなかったし。まあこの燃える灰が関わるとは思うんだけど。うわ、何この変なやつ。おい、何か来るぞ、一回離れろ。う
わ、なんかヤバいの出てきた。おい、こっち来るぞ、ガードしろ。おい、いきなりはてこいじゃんか。着地の衝撃でブロックがえぐられてる。おい、待て待て、なんだあのブワッアップねー。おい、調子に乗るなよてめえ。盾のせいか、あんま攻撃は通らないな。いや、待って、盾でも攻撃してくる。危ねえ、盾に潰される。ちょっと一旦スタミナを回復しないと。おい、なんだよあの敵、絶対通ったかいだろ。ブワッアップねー。なんだよあの火の玉クソ、で次は飛んでくるのかよ。こいつ完全に容赦なしでボコボコにしに来てるね。さあ次はこっちからも攻めてくわ。多少の攻撃は覚悟の上。ダメだ、盾で剣が届いてない。いやでも攻撃はうまく防げてる。可能性としてはこいつの攻撃の瞬間、盾が後ろに回った時が攻撃チャンス。でもそれじゃなかなか攻めるのが厳しいな。それに行動パターンが多くてなかなか覚えれない。ちっここは一旦距離を取って、そして隙を見てスキルでテレポート。よし、一気にだいぶ削れたぞ。でおい待て、お前装備がしっかり機能してないぞ。ちょっと待って、どういうこと。今見てた感じ、このイブニスってやつの攻撃力ラウト防御力が落ちてってたよ。なるほど、つまりできるだけ攻撃を受けちゃいけない。結構厳しい条件出してくるじゃない。このジャンプはもう大丈夫。まずこの着地した時に叩いてみる。ダメだ、盾で全部防がれた。しかも攻撃もロン下してんじゃん。こうなったら一回スキルで下から突き上げる。なるほど、スキルを使うとそこそこ攻撃通りやすいな。攻撃を防ぎながら次のチャンスを探すのってかなり難しいわね。クッソ、ダメージレースじゃ絶対に勝てない。あーもう盾が邪魔すぎる。待って、これはガードしないとまずそう。おいおい、衝撃派でブロックが。なんだよその火力おかしいだ。電話剣に貫かれた。危ねえ危ねえ、ギリギリ耐えれてる。おいどうする、このままじゃ一向に倒せないぞ。それどころかこれじゃ敗走の道まで見えてるって。しょうがない、ちょっと本気を出すしかないわね。おい何やってんだよ。何急に座り出して一息ついてんだよ。まあまあちょっと待ちなって。今までの私は勝つことに必死すぎた気がする。なんだこいつ、本当に頭狂ったか。別に一戦一戦無下にしてきたわけじゃないけど、今までの戦いからもっと学べることがあったはず。よし、気持ちが落ち着いた。もっかいぶったたきに行くよ。それどころかで迎えてくれるみたい。まず優先度は広い場所で戦うこと。そうすれば相手の攻撃も見極めやすい。そんで多少の攻撃にはビビらない。いいよ、 HP 削れてる。最初はハートシールドがある分余裕があるからね。そして次に剣を構えたその瞬間に上にテレポートしてカウンター攻撃。よしよし、かなり削れた。そしたら一旦距離を取って回復タイム。ここでハートシールドはできるだけ貯めたいな。いやそれでもこいつは待ってくれないからね。でもとにかく距離を取ってれば詰めてくるのにジャンプするはず。それに装備の防御力も戻った。いいね、これならまた万全の状態からスタートできる。さあ予想通りジャンプしてきたな。まずはできるだけ剣を振る。盾を振り上げたらこっちはガード。さあ次は剣の攻撃か。いや違う、盾で殴ってくるぞ。やっべー、体がスタンしちまった。ちょっと今はやめてってば。いやでも次はこっちのターン。ダメだ、やっぱ盾で防がれる。いやまだ攻撃は終わらないわよ。おっその構えは私に刺そうとしてるな。ここはローリングで回避してこっちが攻撃。ダメだ、火力的に相手の回復に負けちゃってる。いやだったら重いのをぶつけらいいだけ。そしてすかさず次のガードも。よしよし、このままじわじわ削ってってやるからな。ここまでやって削れたのがやっと100強以下。こいつの剣の攻撃で回復されるのがすごい厄介だな。大振りな攻撃はまだしも、予備動作の少ない攻撃は見極めきれないからね。スタンがあるからこれは避けれない。でも下に潜り込んでまずは攻撃。敵が盾を下ろす瞬間に上にテレポート。いいぞ、攻撃がかなり入り出した。そしたら次は自分の回復に専念しないと。で何回も変わってるんだけど。おい第二形態は効いてないって。色が青、炎は赤より青の方が温度が高い。こいつに当てはめるなら全ての攻撃のレベルが上がったかもな。おい還元してくれよ。ただでさえ勝てるかどうかの瀬戸際だったのに、これじゃまずいって。ダメだよ、当てってたら突発的な対応ができない。いやいやそれはもちろん分かってるって。よし落ち着いて相手の行動を分析するぞ。まずはジャンプで距離を縮めてくる。大丈夫、ダメージ範囲に入ってない。次は剣で攻めてくるぞ。そしたらまず一発目の攻撃を誘発する。ここを完全にガードでブロックして、グッとどうしても攻撃が届かない。なかなかこっちに攻撃の隙を与えない。いやぐっと殴ってればそのうちダメージが入るはず。そして大振りの攻撃は確実にガード。さあそしたらまた剣を振って。この爆弾は今回避のしようがないな。こいつ多分準備してる。だったらその上にテレポート。やばい、自分の HP がかなりピンチ。ここは一旦回復。うわ、いってぇ。ちょっとそこで食らったらまずいって。やべえ、爆弾がパフン。こいつ色が変わってから急激に強くなったわね。見た感じ範囲や速度が上がってるっぽいな。とにかく攻撃できるときに一気に攻めなきゃ。ダメだ、盾構えられると何にもできん。さっきも言ってたけど、できるだけダメージを食らわないように。特に剣の攻撃は要注意だよ。装備の防御力が落ちるのは剣の攻撃ってなると、こっちのコンボより優先した方がいいのかな。敵の回復の量によるけど、この HP の減らなさを見るとそこそこ回復するはず。だったら一気に削れるほどの時が来るまで待ってた方がいいと思うぞ。よし、ちょっとずつだけど HP 削れてきた。よしよし、もうすぐ3分の2削れるな。これはこのままじわじわ削ればいけそうね。多少のダメージは負っても、ここはコンボを決めてくよ。おっ、なんかこいつ動きを止めやがったな。なら隙ありで上から攻撃。上はなんか爆発した。おっ、おい見ろ、あいつ盾を持ってないぞ。ってことはこっちの攻撃全部通るじゃん。おいおい、全然さっきと様子が違うぞ。上はいって盾
手を捨てた分剣技に集中できるってことか。いいね、剣同士の純粋な殴り合い。東大の盾なんて使ってコソコソしても意味ないわ。何言ってんだよお前、ガード使ってるやん。まあまあそれは剣で防げる技術だってこと。でも相手は攻撃するたびに回復するからね。見た感じ1回の攻撃が通ると15回復するみたいだぞ。8トンな回復量多いのかよ。だったらなおさら防御は必須。一方的に攻撃できる状況にしないと勝機はなかなかなさそうね。すごい攻撃の波動が闘技場の端まで届いてる。よし、そしたらハートシールドを一旦貯めよう。ダメだ、剣で刺されちまった。いやでもスタミナ的にここは耐えれるか。まったく、さっきはよくもやってくれたわね。でダメだ、攻撃当たってスタン状態になってるみたい。おやいつ剣振りかぶってくるぞ。やばい、このままじゃスタミナがチップノックアウトされちった。ちょっと早く動き出さないと。危ねえ、ギリギリ攻撃回避。やっぱスタミナの感じが難しそうだな。あの剣で刺してくるのは絶対に防がないと。ちょっとまだスタミナ回復できてないって。いやここはあえて攻めのチャンス。そんでこいつの攻撃も落ち着いてしっかりガード。今はこの爆弾避けようがないな。さあ次はどう出てくる。次はジャンプだ。はい、ここもしっかりガードで。よし、敵の HP が100を切った。ここからダメ押しでもう一回スキルを使っていくよ。しっかり攻撃通ってる。そんでこの構えの時は絶対に止まらない。よし、最小限の被害で抑えれた。スタミナも回復したし、いい動きだぜ。さあそろそろ終わりにしたいわね。あいつもじりじりこっちに近寄ってってるな。これ次は地面に衝撃波を振る攻撃だ。おっ、ここに来てやっとパターンをつかめたか。この流れなら同じようなのが後2回来るよ。よし、しっかりガードできてる。さあそしたら一気にこっちの攻撃ターン。攻撃の6段目で一気に火力を出しちゃうよ。でも一旦弾かれちまったか。ふふん、これはビビってる証拠かしら。さあ攻撃を避けてテレポート攻撃。もう装甲にヒビが入って倒れる寸前だぞ。よし、これでラストにしてやる。さっきのやつのドロップアイテムで、どうやらより強力な装備が作れるみたいなの。まあでもお前装備が強かったら前みたいに力任せな戦いになっちまうだろ。まあそうとも言うんだよね。まあ記念程度にこの装備を作るのは面白そうかな。それにこんなの倒したって衛兵にも自慢ができるわよ。おっ、いいねそれ。まあ今すぐじゃなくてもいいしね。ザライトは追いを集めようか。ほんじゃ一応メイン目的だったウィザスケの頭集めに戻るか。うわ、そうじゃん、すっかり忘れてた。そんじゃのんびり要塞でも探しに行きますか。よし、やっと要塞見つけた。とりあえず集めたいのはウィザスケの頭とブレイズロッドか。そうね、インドの様子も見に行きたいし、ブレイズロッドも集めておきたいわ。さあさあ、ついでにお宝探検。要塞といえばダイヤかなんかはあるんじゃないの。へへっ、考えるだけでよだれが止まらん。おっ、早速チェストさん、こんにちは。ってなんだこれ。デーモン、シール。僕も全然わかんない。これはかえって衛兵に聞いた方がいいやつだね。いやー、他には特にいいものなかったよ。で、今回初のウィザスケ発見。もう早く帰りたいし、一発で落としてくれないかな。いやいや、レア素材がそんなポンポン落ちるわけないんだって。だいたい確率は 2.5% だよ。あんなのなかなか。ごめん、一発で出ちゃったみたい。なんでこういう時だけ強運なんだよ。よし、やっとポータルまで戻ってこれた。滞在時間はそこまで長くなかったけど、にしては内容がちょっと濃すぎたな。もう今日だけでだいぶ胸焼けしそうだよ。まあその分私の技術は格段にレベルアップしたからね。ここまでやったら衛兵もきっと次の武器をくれるはず。そっか、思い返すとネザーでは特に武器がなかったもんな。まあそうそう、いろんなとこに武器が封印されてるわけでもないからね。そんで帰宅早々夜が来ちゃったね。帰ってきて衛兵とは喋れたのか。ちょっと喋ったけどめっちゃ激おこだったんだよ。そんで仕方なくまた外に借りに来てるってわけ。まあ元はといえばお前が任されたことほっぽり出して、そんでネザーでのんびり遊んでたからだろ。全然遊んでないんですが、もしあの本の通りに敵を倒してアンデッドが収まったら、それはもう私の功績がでかいんだから。そういやマイケル、私たちが過去に来たばっかの時にさ、未来のもので過去に影響を与えちゃいけないなんて言ってたけど、こいつこんなに昔の敵をボコボコにしてて大丈夫なのか。そこら辺が僕もわからないんだ。考えうるパターンは二つあるんだけど、まず一つは未来。まあ元の時代が何も変わらないパターン。それはつまり元いた時代の歴史として霊夢が存在していた。ちょっと急に難しいこと言わないでよ。まあ簡単に言えば過去に来るのが運命だったってことだね。そしてもう一つは元いた時代が大きく変わってしまうパターン。こうなってたら霊夢さんが過去に来たのは誰かの仕業。うわ、私何も考えずに剣振ってたけど、そんなにややこしいことになってんのかい。それにまだ不自然な部分も多くあるよ。なんでジャングルの寺院の下に本があったのか、なんで古代の寺院にも本があったのか。言われてみると確かにな。しかもアンデッドに関して知識の豊富なやつが書いてるはずだし、もしかしたら今よりも昔の人間が書いてるっていう可能性もあるけど、なんだか手のひらの上で転がされてる気分というか、何かの支柱にあるような気がするよね。なんだかいろいろ大変そうね。まあお前はバカだから考えなくてもいいぞ。それに変に口を突っ込まれると楽にやりにくい。だから黙って剣を振っててくれればいいよ。もうちょっと評価してくれてもいいだろ。いやー、無事機能も乗り越えれたね。やっぱりあんたがいるのといないのとじゃだいぶ変わるんだ。こっちは自分の家を守るので精一杯。だからそれは悪かったって。そんでそんでなんだけど、前見せた本に知ってる名前があったって言ってたよね。あ、スケルトンキングのことか。スケルトンキングは満月の夜に出てくる巨大なスケルトンだって聞いたことがある。そんな噂程度の話なんていいんだよ。
でも古代の寺院で噂ってのが当たってるからね。あ、そうそう、ネザーデイグニスってやつを倒したんだ。お前炎の闘技場に行ったのか、そんで生きて帰ってきてんのか。へへ、衛兵もびっくりしてるぞ。どうよ、私の強さを認めざるを得ないんじゃない。まあ、ルイネをそこまで使いこなせるやつはそうそういない。お前の戦闘センスはすでにもう認めてる。じゃあほら早く次の武器をちょうだいよ。私はすぐに次のステップに行きたいの。でもお前武器もらったらすぐどっか行くじゃんか。そりゃ新しいものは早く習得しないと。そうじゃなきゃ時間がもったいないじゃない。お前さんはあれだな、自分が最強だからって傲慢になりすぎてる。うん、確かにそれは否定できない。そんなんじゃいつまで経ってもわがままなクソガキだぞ。ガッチンだったら何をしろっていうのさ。そうだな、まずは村の周りを囲んでもらって。あ、もうそんなの余裕だよ。村の防衛を優先しつつアンデッドを滅ぼしてくれ。へえ、そんなことでいいなら簡単。ちゃっちゃと私に任せちゃうんだな。うん、なんだろうこの感じ。霊夢さんが一番手のひらの上で転がされてるよね。あ、そうそう、それとこれこれ、ネザーのチェストで拾ったんだけど何かわかる？それはお前にはまだ早い。そして俺らが使うようなもんじゃない。武器は用意しといてやるから、さっさと壁を立ててくれ。いいな、かっこよくていかつい壁を頼むぞ。へへ、なんだかんだ衛兵さんもロマンを求めてるじゃん。ちょっと時間はかかっちゃうけど、かっこよくていかつい壁は任せてね。うん、なんだか含みのある言い方だったよな。まあとりあえずネザーでの戦利品をまとめて、そんでエンドに行く準備やら壁の準備やらを進めていきますか。こりゃしばらく素材集めで忙しくなりそうだよ。うん、壁は村を大きく囲むぐらいでいいのかな。そもそも目的は敵に入ってこさせないことだろ。そうそう、だからそこまで大きいのは作るつもりもないし、村の雰囲気に合わせてしゃがんで作っていこうと思うよ。にしても村の地形がそこそこガタガタだな。その辺はもううまく調整してくしかないね。とりあえず衛兵と打ち合わせたのがあるから、一旦その通りにぶわーって置いてくよ。まず土台はできたから、次は壁の部分だね。さすがに普通のブロックだけじゃのっぺりしちゃうから、今回は砂岩の壁ブロックも使っていこうと思うよ。そんで3マス間隔で普通のブロックを置いていくと、うんうん、これなら区切りもわかりやすくて見た目がもっと良くなりそう。じゃあこれをベースにパパッと作り終えて新しい武器をもらいに行こう。こんな感じでどうだろう。見た目的にも違和感はないし、特別な派手さもなくシンプルめなのがちょうどいいね。一応入り口は今映ってる方は川続きに、反対側は陸続きになってるよ。これなら敵も入ってきにくいし、もし入ってきても逃げ道がないから大丈夫そうだな。まあもし敵がまだどんどん増えるようだったら、別にここから増設すればいいだけだし、とりあえず今はこんな感じで行きましょう。オスオス、壁はこんな感じでどうかしら。あ、バッチリだよ。こんだけ高けりゃ敵も入ってこれねえさ。これでしばらくは安全に過ごせそうだぜ。よしよし、それでねえ、こんないい壁作ったんだからねえ。なんだよその笑顔。だから次の武器はって。あ、それならもう家に置いてある。今回のはかなりのクセモノだぞ。剣でも弓でもない、かなり特殊な武器だからな。聞いた聞いた、特殊な武器だって。うへへ、次はどんなのかな。この強くなってくのが唯一の快感だよ。またいい感じに壊れてきたね。やっぱりこういう変な人って強くなりやすいのかな。まあまず普通の人はここまで強さにこだわり持たないからな。そこしか取り柄がなかったんだろ。せめて私のいないとこで言えよ。はい、お邪魔します。さてさて、今日はどんな武器かなっと。これは銃か。こんな昔に銃なんてあったの。しかも2つ用意されてるってことは二丁拳銃って感じか。それにもう一冊スキルブックも置いてあるよ。これまた武器に合うスキルなのかな。エンダーステップ。なるほど、エンダーマンみたいにテレポートできるみたい。これまた本当になかなか難しそうだね。よし、それじゃあまた武器に合う装備とか見てみようか。よしよし、それじゃあクラフトしていくよ。今回はいつものダイヤ装備にプラスして黒の染料と鉄、そして革が必要になるみたい。ってことは今回のは黒っぽい装備なんだな。まあ武器もスキルもエンダーって名前ついてるし、黒と紫がベースの装備をチョイスしてみたよ。いいね、統一性があって強そうだよ。まあでもどうせいつもと性能は変わんないんだろ。だったら無理に合わせなくてもいいと思うけどな。ロマンがねえやつは口を開くな。とまあ作れたし、早速装備してみるよ。どれどれどんな感じだ。お、怪しさマックス。その姿まるで夜中の変態露出狂。確かに言われてみるとそんな感じ。なんか真夜中に目の前で粗末な物を見せてきそうだな。なんか中身私なのに散々な言われようなんだけど。中身がお前だから言ったんだよ。露出性癖は持ち合わせてないわ。よし、これで武器も装備も延長完了。そんで今日はタスクもないけど何をするの。今日はちょっとエンドに行こうと思うよ。この時代のエンドラが気になるってのもあるし、ついでにそこでウィザーも倒しちゃおうかなって思うよ。
それじゃあ武器の練習もしつつポータル探しをしていくよ。この武器はどうやら格闘術と銃を組み合わせて使うみたいだし、衛兵のかなりのクセ者っていう言葉も納得できるよね。実際使い心地はどうなんだ？私的にはもちろん剣の方が使いやすいけど、でもこういう技術も面白いわよ。ってことで早速お試し。ウォッコントだ、格闘術じゃん。どうやら敵を殴って銃のエネルギーを補充するみたいだね。そうそう、だから銃だけで戦うっていうわけにはいかないみたい。しばらく走ったけど時間経過でもエネルギーは溜まるのかな？ではめっちゃ確定。何よそのアクロバティックな動き。そりゃただただ撃つだけじゃつまんないからね。せっかく使うならかっこよく使わなきゃ。うわこいつ攻撃したらちっちゃいのが出てくる、めんどいやつか。いいよこんなん増やせばいいさ。別に増えたところで銃で一掃できるもんね。ふうかっこいい。やっぱフォームがかっこいいだけで強そうに見えるからね。ただ近距離じゃないと本領を発揮しないってのがちょっと辛いかな。いいじゃんその分殴ってる感があって気持ちいいぞ。うん一応メインは銃ではあるんだけどね。とまあエンドポータルもこの辺の地下にあるらしいし、パパッと見つけてエンドラ倒しに行きますか。よしよし、あとはこっちの部屋だけだ。てか実際この近距離武器でエンドラと戦えんのか？いやいやそんなのやってみなきゃわかんないよ。とりあえず好きなだけ暴れてやるんだから。うんこの辺は置いてっていいかな？なあなあ早くエンドラ戦行こうぜ。オーケー準備完了。エンドラのついでにウィザーも倒したいからウィザスケの頭も持ってこうかな。まあ所詮エンドラだし何やっても平気だろ。いや元の時代のエンドラはそこそこ強かった気がするんだけど。とりあえず後のことはエンドに行ってから決めようぜ。強くても弱くてもどっちにしろボッコボコだ。サクッと倒して次のボスのことも考えないと。確かにそれもそうなんだよね。村には壁を作ったからとりあえずは安心だけど、いつ一気に攻め込まれるかはわかんないからね。とまあ村の心配は今はいいや。ほんじゃ早速エンドラ討伐行きますか。ちょっとエンダーマンの代わりに変なスケルトンいるって。おいしかもエンダーマンみたいにテレポートするぞこいつ。いいよ銃のエネルギー補充しながらドラゴンと戦える。そんじゃあまずはいつもみたいにコア破壊からやっていこう。ふう大体半分ぐらい壊せたかな。あとは柵があるところメインだね。ってちょっと待ってエンダードラゴンが降りてきてるぞ。いやいやまだこっちコア破壊しきれてないってのに。ってなんか戦闘スタイルいつもと違くないか。ほんとだなんか地面に立ってる。ってことはこっちに都合いいじゃない。降りてくるんだったら近距離でも戦える。さあ胴体をボコボコ殴っていくよ。でもなかなか当たり判定には遠いっぽいか。いいよだったら当たるまで殴るだけ。なんだかドラゴン逃げ腰じゃない。だったらこっちから詰めるのよ。でこいつ前足で殴ってくるんだけど。おいおい昔のエンドラこんな獰猛だったのかよ。そんなの関係ない。こっちも物理でぶっ叩くんだ。そこに条件は何ら変わりないからね。おいこいつ飛びかかってくる。ではあっぶねー。おエンダーステップかっこいい。でも確実に避けれる分スタミナがっつり持ってかれる。ちょこっとスタミナ回復しつつ、さあまた正面からダメだ全然届かない。さすがに正面じゃリーチの差が顕著に出たか。うんどうしよう。今のところ回復する体勢は見せないけど、でも先にコアを破壊する方がいいかしら。まあいつ回復されるかわかんないからな。先にパパッと破壊しに行っちゃおうぜ。よしこのコアでラスト1個。やっぱり先に回復して正解だな。あのドラゴンもう HP 満タンになってやがるぜ。はぁ、あ、しょうがないまた1から削り直しね。さあこっからはどんどん銃も使っていくよ。でもドラゴンの攻撃で銃がキャンセルされちまうな。でも離れたらそもそも銃が当たりにくいからね。さあ上に飛んで銃を連射。そんで着地したら横移動で連射。よしよしこのままどんどん削っていくぞ。さあさあまだまだ攻めていくよ。スケルトンがかなり邪魔だね。だったらまずエンダーステップでペイントかけて、そしたら銃で一掃しちゃう。そしたら横移動しながらダメージを与えてく。いいね一気に削れてる。そしたら攻撃を避けつつ連続で横移動。いいぞいいぞ相手を翻弄できてる。よっしゃこのまま一気に削りたい。いや待てここは攻撃を誘発して上に飛んで回避しながら攻撃を入れる。ダメだ後ろブロックでもう下がれないよ。チップノックされちゃった。でも懐に入れたからここは格闘術で切り抜けるよ。見た感じやっぱり一発の重さが段違いっぽいぜ。なるべく攻撃食らわないように攻めるの難しい。いいんだよな。よしやっと半分切った。はい飛び込んできたらエンダーステップ。さあ背後からどんどんぶっ放してくよ。いいぞ今あるエネルギー一気に使っちまおう。ははっこっちに来ても意味ないぞ。いいよちょっとずつ減ってってる。さあ残り5分の1ぐらいか。お前の攻撃なんて全然見極められるわよ。はいここでエンダーステップ。そんでちょっとだけ攻撃をしてドラゴンが飛びかかってくる瞬間にまたエンダーステップ。とあいつ黒曜石の上登ったのか。いやでもすぐ降りてくるみたいだね。もうそろそろ私にビビってんじゃないの。さあさあのそのそこっちに行ってるぞ。そしたら横移動で銃を連射。実火力が全然足んないよこれ。しょうがないもっと一気に攻めれる瞬間を待つか。さあ格闘術でバンバン削るよ。いやいやドラゴンと拳で張り合っても勝てるわけないだろ。いやいややってみないとわかんないでしょ。いや全然拳じゃ無理ですわ。さあここから一気に削り切るよ。エンダーステップで横に移動して、さあ一気に畳みかけてくよ。はい横移動もバンバンバン。うわ一定。おいもう一発来るぞ。チッスタンしちゃった。まずは体勢を整えてっと。そんで一旦距離を取りましてっと。飛び込んできたところの股の下をくぐって、そんで次のこいつの攻撃が来るまで待ってくよ。さあまず近づいてっと。そんで攻撃をしてきたらエンダーステップ。上に飛んで銃を連射。そして最後は横移動の連射攻撃で倒しきるよ。
さあそしたら次はウィザーだね。この辺は破壊されても困んないし、せっかくだからエンドで倒していっちゃうよ。エンドラの戦い方があれだけ違ったってことは、もしかするとウィザーも違ったりするのか？その可能性は十分あるよ。まあせっかくだし違うところも楽しもう。はあ戦うのが私だからのんきなことが言えるんだよ。ではなんかビーム出た。やっぱり戦い方が変わってるな。でもまあとりあえず半分までは銃でなんとか削らないと。ああしまった、ブーニャー持ってきてない。これじゃ状態異常回復できないじゃん。では。え、こいつ体当たりしてきたの？とにかく今は距離を取りつつ半分まで一気に削っちゃおう。いやいやなんかウィザースケルトン湧いてきたんだけど。いいじゃんこんなの一掃してやれ。こういうアクロバティックな動きで翻弄してやる。おすごい一瞬で全滅した。さああと問題はこのウィザーだな。問題ってこんな雑魚別にどうってことないわ。まず銃で HP が半分まで削っちゃって。よしよしこいつ下に降りてくるぞ。さあさあそしたらこっちのもんよ。次は格闘術と銃の二刀流でボコしてあげる。ってあれなんか攻撃できなくない？うわ瞬間移動した。おいしかもこいつ透明になってる。では後ろかよ。やべえノックされちまった。さあ次はどう出てくる？よし見えたエンダーステップからの攻守交代。こっちの番よ。いいとダメージがしっかり通ってる。ついでに銃でもぶっ放す。さあ残りは約3分の1。この勢いで最後まで行きたいところだけど。そうだな一旦スタミナを回復して。ってなかなか回復させてくれないね。ダメだ変なスケルトンも集まってくる。いいよそれごと倒しちゃおう。エネルギーはまだまだあるから存分に使っていくよ。いいぞいいぞ銃の連続攻撃。手作りで阻止された。それなら次は格闘術。さあ蹴って蹴って蹴りまくれ。いいよだいぶ攻撃通ってる。よしそしたらこの辺で銃の攻撃に切り替え。さあどう大体だろう。おいこいつまた透明モードに入る気だ。それなら簡単止まらなきゃいいわ。それに一発でノックされるほど柔ではないし、次を避ければいいだけだからね。ねえウィザーが後ろに飛んでるよ。はいここでエンダーステップ。あとは私の格闘術でとどめじゃー。いや意外とあっさり倒せたね。攻撃力の低い武器だったからどうなるかと思ったけど、案外うまく使いこなせてた印象だぜ。これでウィザーまでは倒せたのか。あと残すアンデッドのボスは2体。つまりもうすぐこの時代のクライマックスってことだね。できれば未来の人のためにも、アンデッドの勢力はこの時代で滅ぼしておきたいよね。まあまずは聞き込みかな。とりあえず衛兵も含めて村の人に聞いてみようか。ねえねえ見て見てこの装備。オース侍みたいでかっこいいね。前使ってた刀に似合いそうだから作っちゃったんだ。そんで今はどこに向かってたんだ？いやちょっと隣の村で情報集めようとしてて。待ってなんかテクスチャバグってる。お前頭でかいんじゃねえの？せめて甲冑が小さいって。この前ウィザーを倒したのはいいんだけど、本に書かれてる後みたいのことがよくわからないんだ。スケルトンキングにコラプテッドチャンピオン。特にコラプテッドチャンピオンに関しては一切情報ないからね。にしてもまたおもろい名前のやつがいるもんなんだな。え、今のおもろい要素あった？いやいやコラプテッドはさておき、ケトルンキングはさすがにおもろいだろ。そんなエロそうな名前じゃねえよ。ねえこの本の下2つについて聞きたいんだけどさ。スケルトンキングにコラプテッドチャンピオン。スケルトンキングに関してはあんま知らないけど、コラプテッドチャンピオンはちょっと予想できるかもしれない。おマジかそれはありがたい。コラプテッドチャンピオンはここの言葉で英雄期待英雄ってことだ。やっぱり僕の思った通り、ただ英雄が何なのか僕にはわかんないんだよね。なんだお前らこの辺りの伝説を知らないのか。かつてこの辺りには英雄と呼ばれるほどの戦士がいたんだ。とにかく最強のドラゴンをまるで子犬のように扱うぐらい強い戦士がいた。へえ一回戦ってみたかったわ。でもそんな強い戦士に何かあったの？その戦士が最強と言われてから数十年、とあるライバルが現れたんだ。そいつの戦い方は下劣で乱暴。技術派だった英雄はそいつと対マンを張った。なるほどここで攻撃力派と技術派が分かれたんだ。そして私ら人間は英雄の技術派を受け継いできたのか。戦いは3日2晩も続き、最後には英雄が負けてしまったんだ。ただ英雄を倒した奴はその亡骸に興味も示さず、すぐ次の獲物を探しに砂漠の奥に消えていった。とまあここまでが文献上の話だよ。ちょいちょいそれでその後どうなったの？英雄は森の奥の巨大な墓に埋葬され、その頃からアンデッドが活性化しだしたんだ。おいおいそれじゃあ完全に元凶はその墓じゃんか。だったらそこに行けば手がかりがつかめそうだな。さあどうだろうな。墓に行った探索チームは一つたりとも戻ってきてない。ウェイやっぱ絶対呪われてるよ。まあでもだいぶ情報がゲットできたわね。スケルトンキングに関しては衛兵に詳しく聞くとして、また新しい武器なりなんなりをもらいに行くとしますか。
次はどう駒を動かす？イグニスの時点で終わると思ったんだがな。天使の時の掛け分は取り返させてもらうぞ。だったらここから畳みかけるように攻めてやろう。それともここは諦めて次のゲームに移ってもいいぞ。母天使の時といい扱いが雑だな。所詮すべて娯楽と同様よ。さあほらお前のターンだぞコーネリア。はあ、じゃあ次はこいつを配置するか。あ、水浴びしてるところ悪いね。もうまた次の武器が欲しいのか。そうそうそうなのよ。前くれた銃もエンドラとかウィザーを倒せるぐらいには使いこなせるし、そろそろ一番扱いが難しいのくれてもいいんじゃない。そうだな、そろそろいいかもな。おっついに衛兵が折れる時が来るのか。それじゃあ練習用の武器置いとくから、それで最後の仕上げをしてくるんだな。うん、あと一歩って感じだね。ちっ、まったくこの村のやつはしけてんな。目の前に僕がいるの忘れてる。おっと、前しか見えてなかった。だから前にいるっつってんだろ。はい、安定のお邪魔しますっと。おっ、早速なんか置いてあるね。なんか長めの棒にスキルブック？え、何もはや剣とか使うなってこと？まっ、まあ練習用って言ってたし、それに今のお前ならただの棒でも敵は倒せるだろ。うん、これで次にどう繋がるか想像がつきにくいけど、とりあえず最低限戦えるようにエンチャントだけはしておこうかな。そんでもってスキルが何これ？ダンシングブレード？4回攻撃が成功するごとにダメージ量が増加するみたいだな。つまりコンボを意識して戦うのが重要なのかな？とにかくもう夜になったし戦いながら色々試してみようか。じゃあランブの始まりだ。すごい、ただの棒でここまで楽しくなれるのか。いや待って、この武器めっちゃ強いよ。ヒットの回数がめっちゃ多いからダンシングブレードのスキルとの相性抜群。ただ4回連続で攻撃成功だろ。そう、そこなのよ。攻撃途中に一発でも攻撃もらったらカウントがリセットされるからね。ハッハッハッ、どっからでもかかってこいよ。え、これマジで他の武器より強いんじゃない？ただ欠点はロマンが足りないところかな。うん、確かにただ棒を振り回してるだけだしね。やっぱりできれば剣を振り回したいよ。いや、これが練習用なら次の武器は振り回せるのかな。だいぶこの棒は使いこなせてきたか。武器も比較的扱いが簡単だし、攻撃力もそこそこあるから結構初心者向けね。ただ難点はコンボが繋がりにくいところかな。1回の攻撃でそこそこな時間武器を使うから、どこで攻撃を切り替えるかの判断が難しいよね。そうね、特にスタン耐性の強い敵、そういうやつはいくら連続で攻撃してもノックできないし、どこまで攻撃していくヒッカの判断をしっかりしないとね。そうだな、そこをうまく見極められればもう一声強くはなれそうだよな。おっと、これはなんか出てきたよ。ちょっと雰囲気がその辺の戦士の亡霊とは全然違うぞ。いや、持ってる武器がいかついって。おいおい、それに対して私は棒だよ。まあ一応刀も持ってきてるんだし、やれるだけやってみようぜ。さて、どっから攻めるべきだ。あいつ盾となんか FA 斧みたいなん持ってるけど、確かに見るからにパワー系の見た目してんな。おっし、そんじゃあまず思いっきり棒でつく。一瞬ひるんだけどすぐ動き出すね。うわっ、敵の攻撃めっちゃ重い。でしかもこいつ HP600 もあるじゃんか。棒の攻撃力が低いことを考えるとかなり時間がかかりそうね。まずはじっくりこいつの動きを見ながら戦おうか。朝になっても全然 HP 減らないや。でもだんだん戦い方分かってきたよ。これとにかくガードへの切り替えの瞬間が大事ね。はい、ここしっかりガード。そんで一回突きで距離を取ってっと、10個の後コンボしたいのにすぐ回避されちゃうよ。いや、でもまだこっちの方が攻撃当たってると見せかけて、ここで一回後ろに移動。よしよし、うまく最小限の火ダメで戦えてってるぞ。ふう、なんとか半分まで削れてきたけど、この右下一番左のやつがついたら攻撃力が一気に増すからね。あっ、ダンシングブレードのやつか。あー、もうキリがないから刀使ってやる。とうとうずるいことしだすんか。まっとうな戦闘方法だよ。さあさあ、まず一旦体勢を整えましてっと。お、次の一撃は攻撃力が上がりそうだな。この前を測ってる時が一番ワクワクするね。いや、ワクワクよりドキドキが勝つ気がするんだけど。よし、じゃあここらでこっちからも詰めてみるか。うお、攻撃のタイミングが同時だな。でもこっちの方がヒット回数は多いからね。それじゃあこっからさらに追撃。おっと、ここ1回下がったな。よし、またハートシールド一旦貯めようか。さあさあ、また突撃で。よい、頭の装備壊れたぞ。やっぱ頭のサイズに耐えれなかったんだ。ただの耐久値よ、失礼ね。おっと、ミスって下まで降りちゃった。ちょっとここは一旦上がらなきゃ。なあ、これ1回装備取りに帰るのか。いや、このまま戦ってくよ。どうせ攻撃受けなかったら装備なんて関係ないし、敵の HP 残り半分もないし全然余裕でしょ。じゃあビビってないでかかってこいよ。別に相手もビビってないと思うけど、こいつは一発目一気についてくるからそこを注意だね。最初のガードは成功。よし、あとに続いて攻撃を繰り出すよ。で、やばい、ここはガードにちょっと火力が高いって。おわ、ぽっそり HP 持ってかれたよ。これはさすがにちょっと回復待たないとか。さあさあ、前の距離感がつかめてきたよ。定置にちぶっと落ちでこいつと戦ってたのか。さあ、初撃から攻撃をつなげていくよ。はい、相手の攻撃はバッチリガード。さあ、敵が油断してるところにテレポートして、さらに攻撃を加えていくよ。いいぞ、今の流れは完璧だった。あとはこの調子でまた削ってくだな。
さあさあ相手がかなり瀕死だよ。あれ霊夢さん足装備も壊れてない？なんだかんだ装備がボロボロだからね。よし、まあギリギリで攻撃できた。さあこっからまた攻撃繋いでいくよ。いいね、攻撃後の回避まで先読みできてる。相手の攻撃パターンさえ読めれば先読みできるからね。次は一旦月が来るか。レバード貫通されたんだけど。いやでも切り替えてすぐ避けれたから大丈夫。さあ回復して残りもう一押し。よし、ここで距離を詰めてこっから連撃。いいぞ、相手がこっちの攻撃を終えてない。さあほら早く上がってこいよ。だいぶ刀の扱いも様になってきたな。確かに放電の時は使いこなせてるってとこまでいかなかったし、ここに来て刀の才能がぶわっと上がってきたのかな。さあまず抜刀で距離を詰めまして、あとはタイミングを合わせて攻撃を続けるよ。いいぞ、敵が結構ひるんでる。そんで月の攻撃は確実にガードで防御。そしたらあとは攻撃を誘発して、これで終わりだー。これは、計算のうちか？そこを答えるのはどうしようか。そこも推察するのが君の考えたゲームの醍醐味だろ。じゃあ次はこの駒を動かすか。ほう、元凶をそこに持っていくのか。これはまた、プレイヤーの行動が見物になるだろうね。次は銅板状をかき乱してくれるのか。はぁ、戦ってるとすぐ装備がダメになるわね。確かに毎回毎回ダイヤ装備って考えるとなんだかんだめんどくさいもんな。そういえば今夜は確か満月だよね。おぉ、なんか急にロマンチックになるじゃん。満月だとアンデッドが活性化するんだっけか。まあもちろんそれはそうなんだけど、洞窟の中でもちょっとだけ変わる部分があるんだ。もしかして洞窟に変なの出てきたりしないよね。いや、異変があるのは鉱石なんだ。その鉱石は満月の夜だけ採取ができる特別な鉱石で、デモニウムってやつなんだ。デモニウム？なんだか悪魔みたいでかっこいい名前よね。その鉱石は取れる期間が限定されてる分、装備の能力はすごい高いんだ。ちなみに鉱石の生成場所はダイヤと同じぐらい。なるほど、せっかくなら欲しいかも。はい、いつもはダイヤ装備だけなのに、今回はもっと時間がかかるのか。探したけどなかなかないね。まあ満月でアンデッドが活性化ってなると村人たちは大体戦いに行っちゃってるもんな。ところで霊夢さん頭になんか乗ってるのは？そう、これ最近のオシャレなんだけど、これつけてたら攻撃するたびに HP が回復するんだよね。だけど見た目がなんかキモいよな。いやでもこれは便利さがさすがに勝つでしょ。いや、ここまで来たらお前がアンデッドみたいに見えるけどな。ちょい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 、見たことない鉱石発見したぞ。おっ、まいける、これがデモニウムか？うん、多分それで合ってると思う。僕もまだ原石状態のは見たことないからね。にしてもこれ硬すぎるでしょ。効率強化がついてるツルハシでも黒曜石より時間かかるわ。逆に考えればそれだけの強度が想像できるからな。こいつはきっといい材料になってくれるぞ。よし、やっと一つ取れた。フル装備分ってなると24個か。めんどくさいけどそれだけの価値はあると思うよ。とりあえず時間に限りもあるし、ちゃっと全部集めちゃおう。このタイミングで元凶を生かすのか。ここでプレイヤーがあいつを倒したなら、かつての英雄のプライドが刺激されるのさ。なるほど、アンデッドの時代をここで終わらせる気か。いや、アンデッドの時代が続き、過去が変わらない方に私はかけよう。つまりプレイヤーが負けるということか。だが天使の時はそう言ってプレイヤーが勝った。こっちはプレイヤーの船に乗らせてもらおうかな。よし、これが焼ければフル装備分だ。だいぶ集めんのめんどくさかったけど、この装備は期待大だぞ。まあ今まで使ってた装備より防御力は大幅に上がるだろうね。武器の方は衛兵になんとかしてもらうとして、装備ぐらいはさすがに自分で作らないと怒られちゃうよ。ちなみに装備のレシピはいつもと一緒。ただ防御力は 1.5 倍ぐらい性能が上がるかな。おお、それならだいぶこっちも戦いやすい。っていうのもある程度ダメージを犠牲にしてまでコンボを繋げたい時があるからね。まあ装備の方は大丈夫そうだし、一通りエンチャしたら衛兵のところに向かおうか。ちょっと衛兵さん、どうよこの私の装備。あの珍しいデモニウム鉱石で作ってみたの。声聞いたことない鉱石だな。そんなことよりもう夜が来るぞ。さっさと戦いの準備をしないと。いやいや、それよりほら次の武器をちょうだいよ。前もらったあの変な棒はもう使いこなせるし、次は一番扱いの難しいやつなんでしょ。
そんなロマンの塊早く使いたいよ。そうだそうだ、さっさとよこせ。ああ、もうせっかちだな。お前さんの欲しがってる武器はもう置いてあるから、それを持ってってくれて全然構わないよ。いいねいいね、話のわかる賢いやつだ。ほんじゃありがたく使わせてもらうよ。それと渡したいスキルブックがあったんだけど、まだ探してるから今度はさ。なんか言ってたけど大丈夫かな。まあ人の話は最後まで聞くに越したことはないけどね。そんなことより武器があったよ。なんだこれ、見たことない形だな。アゴニー、苦しみ、うわなんだか物騒な名前だね。まあでも結局実用性が大事だから、ちょうど猛敵も湧いてくるし、そこで試してみよう。さあさあとりあえず演者だけしてきたよ。持ち方的にはだいぶ強者感が出てるね。それに武器自体の長さが長いから、いろんな距離に対応できそう。おっ、早速最初の獲物が現れたな。まずは下から敵をすくい上げる。であれ一瞬で倒しちゃった。なるほど、この物価力もかなり強いのか。技術と攻撃力の両方を兼ね備えた武器ならもっとアクロバティックに動くしかないね。敵を翻弄させてビュンビュン飛び回ってやる。おっすげえ、武器を振り回してる。いやこれだいぶ扱い難しいよ。ってなるといつも以上の練習が必要になりそうだな。おっと、あの川の反対にいるのは、こっちの世界に来た時最初ボコされた強いやつ。せっかくならこいつで腕試しでもちょうどいいかも。いいね、強くなった霊夢さんを見せてやろう。とりあえずスキルが溜まってるからそれで攻めようか。さあまず一気に近づいて上にジャンプ。からの一気にドーン。え、もしかして2回のヒットで倒せたんですか？今の一発50ダメージとか出てなかった？武器特有のスキルなのかな。武器自体にヒットした攻撃が蓄積されてそれが一気に解放される仕組みだな。それなら武器の苦しみっていう名前も納得ね。苦しみも溜めてちゃ大変だからね。大丈夫、グレイムさん苦しいこと溜まってない？最近は週2投稿が結構苦しいかな。現実的なやつを持ってくるな。あのなんか村の近くにヤバそうなのいるんですけど。ちょっとあれってこの前行った村の人が言ってた。英雄ってやつをぶっ倒した元凶みたいだな。なんでこんな急にここに来るのさ。って言っても放置するわけにはいかないわね。こいつってかなりの攻撃力派閥なんだって。一応あの村の人が言ってたけど、実際は他のやつらと変わらないのか。あの言ってた伝説がいつの話かわからないけど、でも周りの敵が邪魔だなぁ。ですげえ、何そのくるくる回すやつ。いやこの武器長いから回せば攻撃防げるかなって。すごいロマンを元にした戦闘法だ。よし、周りも綺麗になったし、もっと自由に戦っていきますか。いいな、こいつを村に入れたら一瞬で滅びるからな。おおよ、そんなんわかってるさ。おっと、お互い攻撃が当たってないか。いやこっからしっかり当てるよ。先に敵が回避行動を取った。はい、ここはしっかり防いでスキルで対応。さすがにまだ攻撃が蓄積されてないか。ってことはまだまだ攻撃ためなきゃね。これは結構長い戦いになりそうだ。さあさあ大きく動いてこいつを混乱させてやる。と攻撃の時はしっかりガード。そんで敵の攻撃が止んだらこっちのターン。さあまた攻撃して翻弄するぞ。さらにここで追撃。アップねー、ギリギリガード。ダメダメ、なかなかハートシールド回復できねー。これはちょっとずつ削ってくのがいいのかな。さあそろそろ攻撃が蓄積されてきたか。解放できるのは下からの大振りかスキルの時か。私の感覚で自由に解放できるわけじゃなさそうだし、なかなか武器との相性が難しいんだよね。強いおいスタミナの管理もしっかりしろよ。まあ移動速度が遅いのがギリ低いかな。さあさあまずは引きつけてっと。もっともっと近くに引きつけて。おい、右からクリーパーも来てるぞ。よし、ここで上にアッパーカット。なかなか蓄積されたの解放されないね。いやいや、ダメージ30超えてきた。いいぞ、一気に削れてる。いやでもここで調子に乗らずに一旦引こう。いやなかなかがっつり攻めれるチャンスがないね。やった感じ、下からの大振りが一番ダメージ出るみたい。となるとその攻撃はうまく決めたいよな。一旦スキルでこっちに引き寄せて、そっから攻撃を重ねて、そんで下から大振りしていくよ。ダメだ、ジャストで避けられてる。だったらまずはガードでこいつの動きを止めようか。そしたら一気に攻撃ターン。おっ、いいぞ、敵がいい感じにひるんでる。そんで攻撃の蓄積ができたらここで一気に攻めてくよ。いいぞ、50ダメージ。ちっこいつ溝に入っちまった。ここじゃ攻撃しにくいんだよな。さあ敵の HP は残り100兆。こっからはもう攻撃一色で一気に削り切るよ。よし、いいぞ、こっちの装備はいつもより強い。よし、だったら久しぶりのゴリ押しだ。よし、この攻撃をうまくかわして、ここで下からを一気に決める。ねえ見て見て、なんかすごい怪しげな本を拾ったんだけど。うわ、何これ、読みにくい式がついてるし。これはなんかアンデッドをまとめた本みたいかな。おっ見て、これスケルトンキング。ちょっとさすがに解読するのはだるいけど、でもなんかとにかく強いって感じのことが書いてあるかな。見た感じだいぶ体もでかそうだし、私はできれば相手はしたくないけど。何言ってんの、こんな強そうなのがまだいるのよ。こんなの戦わない方がどうかしてるって。そうなのよ、この子こういう考えなの。でも戦う必要はあると思うよ。僕たちが過去に飛ばされたあのネザーゲートがあったでしょ。あれはきっとアンデッドの時代を終わらせられれば開くと思うんだ。え、そんな単純な話かな。で、それはガーディアンじゃないか。おっ、やっぱマイケルの知り合いか。なんでいつも知り合いになるんだよ。そいつはアンダーワールドガーディアン。元の時代の天使が一番極近で倒したアンデッドなんだ。こいつはアンデッド判定なのか。いや、僕の知ってる情報だと、こいつはアンデッドたちが作った人工生物。これから先に作られるものだとしたら、今アンデッドを滅ぼす霊夢さんには関係ないやつなのかもね。まあ一旦装備もボロボロになってるし、また満月のタイミングで地下に潜らないとみたいだな。
親のやたらと詳しい奴は誰だ？あいつの名前はマイケル。もともと天使の使いとしてリバース村にいた鍛冶屋だな。マイケル、生意気な奴ね。だがまあプレイヤーが番長から出るならお前が潰しに行け。まあまあまだゲームの続きをさせてくれよ。この時代のリバース村がどうなるのか、そしてプレイヤーはどう動くかが気になるな。いやーだいぶ集まってきたのかな。あれお前なんか集めてたっけ。最近これからの戦いに備えて金を集めてるんだよ。金リンゴがあるだけでだいぶ戦いやすくなるし、そこそこ無茶な戦い方もできるからね。お、やっと来たな。前に言ってたスキルブックがやっと見つかったんだ。家に置いてあるから全然使ってもいいぞ。あーうんありがとう。やばいマリサ何の話か全然わかんない。奇遇だな、私も一切身に覚えがないぜ。それと今夜は満月だ。お前さんは村の外で守ってほしい。村の中は衛兵全員で何とかしてやるさ。なんだかここ最近大変そうだね。衛兵も毎晩戦いっぱなしで大変そうだ。アンデッドの方も焦ってそうだよな。とにかくできるだけ早くアンデッドの時代は終わらせてあげたいわね。急げ、早くしないと夜になっちゃうよ。そっか今夜は満月だったな。衛兵も村人たちも騒がしいし、今夜もまた長くなりそうだな。おっ、あったあったスキルブック。さてさて今回は何のスキルが入ってるかな。よっこいしょ。これは、シャドウステップだね。あの古代都市で覚えたスキルか。そうね、かなりの距離を移動できるスキルだけど、正直これ好きじゃないんだよね。え、でもこのスキルなかなか強くなかったか。いやまあ強いは強いんだけどさ、なんだかこのスキル自分がアンデッドみたいになりそうで怖いのよね。へえ、そんなこと気にするんだ。天使と敵対したとは言っても私は人間側として戦ってるし、特にこの時代にいる限りはアンデッド側って見られたくないわ。そうだよな、いくら前に連強を倒したとは言っても、結局今の状況が変わるわけでもないし、なんなら一気にアンデッドが活発化した気もするぞ。そうだよね、あの衛兵たちの動き、私らもさっさと堕落した英雄の情報を集めなきゃ。ってなると前言ったあの村か。まあ道中リンゴも集めたいし、夜戦ってそのまま向こうの村に行こうかな。ではあそこやたらと敵が固まってんな。やっぱこう見るとこの辺敵が増えてきてるか。多分こっちがどんどんアンデッドの勢力を消してるからだろうね。でも死んでまでこんな動くなんてすごい執念だな。とにかくアンデッドの勢力云々で元の時代に帰れるようになるだろうし、村を守る意味でも元の時代に帰るためにもさっさと全部倒しに行かないとね。うん、できれば夜のうちにリンゴを集めちゃいたいね。そうだよな、朝は早めに村に行って情報を集めたいし、準備は早めにしとくに越したことはないからな。ねえ見て見て、アレイが捕まってる。お、せっかくだし持って帰っちゃうか。アレイってなんかアイテム持ってきてくれる妖精だっけ。そうそう、めちゃめちゃ便利なの。それに見た目もとっても可愛いから今日から私のペットにしちゃおう。おー、この色が癒されるんだぜ。もしできそうならアレイも元の時代に持って帰ろう。そうよ、こういう癒し要素も絶対必要になるからね。よしよし、ちゃんとついてきてるな。すごい、すでにデレデレになってる。よし、村にも着いたし早速情報を聞き出そう。とりあえず今欲しい情報は堕落した英雄とスケルトンキングか。でもこの前来た時は堕落した英雄についてしか知らなそうだったよね。であれ、なんかこの村もいつもより騒がしくないか。ほんとだ、村人たちが集まって喋ってるわね。やっぱりアンデッドの活性化でどこも空気がピリついてるよ。ちょっとその辺の村人捕まえていろいろ事情を聞いてみようか。ねえねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんだい、こっちは忙しいんだけど。いや全然、作業しながらでも構わないよ。まあそれならいいよ、どうしたんだい。この辺で有名な英雄のお墓の場所を聞きたいんだ。英雄のお墓？なんでそんなことが気になるのさ。お、お墓参りだよお墓参り。ほら私たち最近この辺に引っ越してきたからさ、お墓参りしといた方がいいかなって。まあそういうことなら全然いいか。お墓の場所は確か遠く離れた大河のバイオームにあるはずだぞ。いいな、神聖な場所だから決して荒らさないように。まったく、ただでさえ近くにでかいスケルトンが出たって大騒ぎなんだから。ちょっと待って、今でかいスケルトンって言った？おいおい、もしかしてここでスケルトンキングの情報ゲットか。ねえほら、それってこういうやつ。そうそう、そいつだ。そいつが昨夜近くの村で出たってんだから大変な騒ぎだよ。やっとこいつの情報がつかめた。どんぐらいのサイズかとか強さとかはわかんないけど、まあとにかくこの辺にいるなら話が早いぜ。よし、村に戻って早速こいつをぶっ倒す準備をしなきゃ。ちなみに詳しくどの辺に出たとかわかったりする？それがあんまり騒ぎをでかくしたくないから小声で言うけど、どうやら隣の村に出たみたいだぞ。え、待って、隣の村って、それ私たちの村ってことじゃない？
くっそ郷土村を開けた昨日に出たとは思わなかった。早く帰りたくても敵が邪魔でスムーズに進めないよ。そうだよな、これでアンデッド引き連れて帰っても迷惑だし。もうこのでかいのも邪魔なんだよ。まあ今晩が満月じゃなかったのはギリ救いかな。だとしてもだよ、正直村の衛兵レベルでスケルトンキングに勝てる気はしないよ。そうだよな、いくらステータスが未知数だとは言っても、本の通りに行けば少なくともイザーよりは強いからな。吉村の壁は見えてきたよ。やっぱがっつり村の中にいるか。手待ってよこれ、アンダーワールドガーディアンまでいるみたい。でもなんでこの時代、本来ならもっと後の存在なはずなのに。まさか霊夢がこの時代に大暴れしてることでいろんな過去がずれたのか。いいよそんなん、両方ぶっ倒せばいいんだから。そんなことより村が無事か早く確認しなきゃ。とりあえずこっちの門の方は安全そうだね。よしっぱ、霊もしっかりついてきてるね。さて今どこで戦いが起こってるんだ。ってあれ、おいそこ村の中心部じゃねえか。衛兵や他の村人たち無事なのか。そんでもってスケルトンキングはどこ行ったんだ。いや HP バーがあるからまだ近くにはいると思うけど、どうしよう全然村人たちの姿が見えないや。確かに衛兵たち一人の姿も見当たらない。では巨大スケルトン、これがスケルトンキング。いいよまずはお前からぶっ倒してやる。おいそのままじゃ潰されるって。だから動き回って翻弄するんだよ。でもどうする敵のヒット回数めっちゃ多いよ。それでもこの武器なら無理やりコンボをつなげな。手待ってアンデッドが湧いてきた。このままじゃ数に押し切られるぞ。一旦近隣を量産してからもっかい戦おう。そうね、このままずっと湧いてきたらキリがないや。さて金リンゴは20個ぐらいあれば足りるかな。とにかく戦ってる時にあんま感情的になるなよ。大丈夫わかってる。とにかく優先順位はこいつらを倒すことだから。いや先に倒すべきはアンダーワールドガーディアン。あいつは攻撃する時に一緒に周りも破壊するから要注意だよ。くっそどっちも目を離せない敵だから困ったね。スケルトンキングに村を破壊する攻撃はなさそうだし、先にガーディアンの方も様子を見てみようぜ。うわっ地面がめっちゃえぐられてる。おい一気に飛び込んで大丈夫かよ。でもこいつらはあんま長生きさせれないよ。それはもちろんそうなんだけど、だからって焦りすぎても良くないんだって。うでもこのまま村がボコボコにされるならここで仕留めたい。相手はあんまり甘く見ちゃいけないよ。いやマイケル、ここは一旦霊夢に任せてみようぜ。あんだけ扱いの難しいって言ってた武器もこんな簡単に使ってるんだぞ。もうこいつは戦いに関しては最強なんだ。マリサさんがそこまで言うならわかったよ。よしまずは半分を目安に削っていくよ。とにかくこいつは近づくだけでもダメージが入るから気をつけないと。そうだな、適度なガードもしつつコンボも決めないと。そうね、ハートシールドも限界があるし。でもその中でコンボもつなげないといけない。攻撃回数が多いせいでなかなかヒールのタイミングができないな。さあそろそろ攻撃が武器に溜まってきた頃かな。そうだな、攻撃自体はだいぶ通ってるし武器の火力はかなり上がってると思うぞ。手待って、アレイが吹っ飛ばされた。こいつマジで許さねえ。あっても攻撃力がかなり上がった。おいでもハートシールドもう切れるぞ。いやもっと無理できる。ここで下からすくい上げてさらにスキルで一気に削る。よしそしたらここで回復を挟みたいな。ダメだ、狭い上に穴が深くてすぐ回復できないよ。 HP の方はポーションがあるからまだしも、ハートシールドの方は回復を待つ余裕がないや。おいでも敵の HP がもうすぐ半分だ。それならここで一旦体勢を整えるか。いやまだまだ攻めれるはず。いいぞ、火力も高いしヒット回数も多い。なんならこのまま倒しきれるんじゃねえか。いやってもこいつの火力は侮れないな。攻撃力的には前回の元凶とあんまり変わらないぞ。やばいね、ちょっと強引にでも回復した方が良さそう。ちょっさすがにこれ以上攻めるのは無理があるかな。そうだな、ここは一旦外に出て回復をしよう。その後は金リンゴを使ってもっと積極的になってもいいかもね。その前にまずポーション飲んでその場しのぎだよ。お前さん、生きてたのか。衛兵そっちこそ生きてたのか。スケルトンキングを倒してくれ。この村を守ってくれ。こいつはここから出れないだろうし、先にスケルトンキングをボコした方が良さそうね。ふう、相変わらずアンデッドの量が多いね。でそれにダイヤ装備着てるやつもいるし、なんならデモニウム装備着てるやつも湧いてるぞ。敵がどんな装備着てたって関係ないよ。ザコたちなら技術力で圧倒できる。相手に攻撃の隙を与えないで一方的に攻撃してやる。さすが火力も高いからザコの殲滅は余裕そうだな。まあ装備的に硬いやつもいるけどね。正直装備が強くても自分が強くなきゃ意味ないわ。さあ子分たちは全部倒した。あとはお前だけだぞクソデカ骸骨。いいぞ、めちゃめちゃ火力が出てる。でもそれは相手も同じみたいだよ。よしここからは金リンゴを惜しまず使っていこう。さあこれでだいぶ戦いやすくなるぜ。ちょっと久しぶりに無茶な戦い方をしようかな。さあ再生能力が切れる前に行っちゃおう。よしここから一気にこいつを攻め落とすぞ。私の武器は十分攻撃が溜まってるからね。よくもまあ骨のくせにそんなでかい剣を振り下ろす力があるもんだ。さあそしたら機動力で一気に乱して、おっとここはもっかい金リンゴを挟もうかな。そうだぞ、20個もあるからがっつり使ってこう。あとスケルトンキングの体力は半分弱。このペースでいけば余裕を持って落とせるよ。さあここで一気に攻撃を解放。いいぞ、がっつり50ダメ入ってる。さあそのままスキルでもダメ押しの50ダメ。ほらまたアンデッドが湧いてきてる。いいじゃん、それだけ私にビビってる証拠ね。さあザ子供と一緒に葬ってやる。そうだ、また墓場に戻してやんないとな。見とけ衛兵、図体だけのクソ骸骨、私がこの武器でぶっ倒してやる。
よし、スケルトンキングの方は倒せた。あとはガーディアンを倒すだけ。大丈夫、さっきの戦いで感覚はバッチリ。これ以上被害が出る前に倒しに行きましょう。さあお前もよく好き勝手に暴れてくれたな。すごい、まだ武器の火力が落ちてないよ。ちっそれでも一気にはゴリ押せないか。そうだな、こいつの火力が予想以上に高すぎる。それでもここは下からの攻撃を一発入れて、そんでもってこのタイミングでキンリングを投入。いいぞこいつも、あと一押しだ。よし、そしたらこっからコンボをつなげる立ち回りをするよ。こいつは体がでかいから多段ヒットの攻撃が通じやすい。なるほど、上から降りる時の攻撃か。ああの回転しながら攻撃するやつ。まずこれでヒット回数を稼いで攻撃力を貯める。そしたらあとは最低限の火ダメに抑えて通常攻撃。よし、そろそろ火力も満タンだろ。おい、衛兵全部倒せたぞ。てやっぱ村が静かすぎるんだよね。おい、衛兵の家を見てみろ。な、え、うありがとう、ありがとう。おい、どうしてこんなこと。こんな時にコーネリア様がいれば。コーネリア、かつて氷山で行方不明になった伝説の船長だよ。彼はこの村の出身なんだ。そんな彼を生んだこの村は途絶えさせたくない。せめて名前だけはついで言ってくれないか。このリバース村という名前だけは。リバース村、もちろん僕に任せてくれ。おい、今行ける。衛兵さん、あんたのその願いは絶対叶えてやる。それにアンデッドの時代は私がすぐに終わらせる。この村の武器やスキルは全部お前に託してある。最後にこのレシピをお前に渡すから、覚悟があるならその武器を使ってくれ。あとは任せたぞ。マリサ、私決めた。お、なんだ、作戦でも考えたか。今から準備をして装備や武器を整えて、すぐにでもこの時代を終わらせてやる。堕落した英雄をぶっ飛ばしに行くよ。さてと、堕落した英雄との戦いの準備をしていきますか。いよいよここまで来たって感じだな。そういえば衛兵が霊夢さんになんかのレシピを渡してたけど、あれは何なの。まあそれはもうちょい後で教えるよ。そんでお前装備はどうするんだ。実はさっきネザーに行ってイグニスをもっかい倒してきたんだ。あれ、イグニスって前に苦戦してなかったか。へへ、そんなん昔の話だよ。今じゃもう余裕でサクッと倒しちゃうんだから。うわ、戦ってる姿見てみたかったな。もうマイケルったら野暮なこと言わないでよね。録画し忘れたなんて言わせないでよ。ただのお前のミスじゃねえか。そんで装備なんだけど、前作ったデモニウム装備がもうボロボロになっちゃったから、今回はイグニスの装備を作っていこうと思ってるよ。なるほど、あの最強の剣闘士の装備なら性能も申し分ないだろうな。いや、まあ最強は私なんだけどね。とまあ今はそんなことより装備を作らなきゃ。まずはダイヤのフル装備が必要でっと。結局最後までダイヤは必要だったよな。普通に考えて最低限その防御力がないと敵が倒せないのもおかしいんだけどね。でもそう考えると、そんな世界でも生き残ってた人間たちも強いよな。まあでもそんな時代もさっさと終わらせちゃって、あとは安心して暮らせるようにしてあげなきゃ。と話がそれた。装備、そしたら次はダイヤ装備をネザライトにアップグレードしていくよ。今回はネザライト装備が素材になるのか。そうなの、久しぶりの高コストなの。そしたらさらにこれにイグニスのインゴットを合成するわ。おっ、ここまで来ると期待大だ。正直それだけで強そうなら、それで堕落した英雄も倒せそうだね。まあ本領を発揮するのはきっとネザーなんだけどね。見た感じ装備自体の能力に溶岩関係のがあるもんな。とまあ全身装備も揃ったし、次は衛兵からもらったレシピで武器を作っていくよ。そしたらまず必要なのはネザースタートデイモンスティール。デイモンスティール？あの衛兵に使うべきじゃないって止められてたアイテムか。そしたらこの二つを火時代で合成していくよ。なあ、この下のアイテム、前使ってた刀じゃないか。でも今回作るのは上の方かな。そうだね、ちょっと見た目が不気味だったけど、衛兵が覚悟ができてるなら使えって言ってたし、これはかなり武器への期待値が上がってるよ。そしたらこの二つを組み合わせてっと。うわ、なんだこの武器概要がわかんねえ。まっ、まあ使ってみればわかるはず。素材のコストも考えたら強いと思うんだけどな。てすげえ、でっけえ大釜だ。これもう私完全にアンデッドになってない？そりゃ事情も知らない人から見たら完全にアンデッドだよ。まあ見た目はともかくとして、実際この武器がどんな感じか試してみないとわかんなそうね。
ちょっとこの武器やばいって、ウィザーみたいなスキルも使えるようになってる。それにカム自体のリーチが長いから戦闘は有利になりそうだな。ただ距離感をつかむまで時間がかかりそう。一振りも結構大きめだし、いかにスキルをうまくなくすかがポイントになってくるかな。となるとこの武器で堕落した英雄に挑むとしたら、もっとしっかり武器を使えるようになってないとな。よし、まあある程度は使えるようになってきたし、あとはお墓まで行く道中に仕上げちゃおうかな。そんで今戦いの準備をしてるんだけど、何を持っていけばいいんだろう。とにかくいろんな状況に対応できるように今までの武器を持ってったらどうだ。まあさすがに全部ってわけにもいかないし、ある程度厳選して持ってくのは良さそうね。それと食料と金リンゴ、水バケツにブロックも必要かな。そんじゃまあ持つもんはこれで良さそうね。そんで肝心のお墓はかなり遠い対岸にあるって言ってたから、まあ武器に慣れながらちょっとゆっくり進んでいくとするか。ちょっと見てよ、雪のバイオームだ。まあでも位置的にはこの雪を抜けた先の森にあるっぽいぞ。うんうん、それならもう少しだ。この雪のバイオームは砂漠とは違うアンデッドが湧いてるみたいだね。いやー、この鎌攻撃が命を刈り取ってる感があって最高に気持ちいいのよ。なんか思考が死神によってってない。とりあえずここにいても寒いだけだし、さっさと雪から抜けちゃおうか。森に入って村を見つけたはいいものの、なんかすごい予感がする村だよな。それに見る感じ村もボロボロだし、なんだかすぐにでも幽霊が出てきそうな雰囲気だよ。これはお墓に近づいてより雰囲気が出てるって解釈でいいのか。まあ墓に近づいてるならいいのかな。ちょっとこの村を見て回りたい気持ちもあるけど、さすがに真夜中にこの森の中はできるだけ動きたくはないよ。そうだな、アンデッドも普通に湧いてるみたいだし、道のりを聞けそうな村人なんていなさそうだよな。いやー、これこのまま進めばいいのかな。そうだな、とりあえず一直線に行くしかないよな。お願いします、変なのが出ないように。おい、そっちには行くな。うわ、なんか喋った。おっ、おい、井戸の上になんかいるぞ。なんだこの村の生き残りか。だったらもっと普通に声かけ、いや見るからに普通の村人ではなかったわね。この先の墓には入るな。あそこを荒らすとまたアンデッドが活性化するぞ。なるほど、やっぱその墓がこの時代のトリガーになってるわけだ。私は来る人を止めているんだ。でも墓に人が入っていくたびにアンデッドが増えていく。まあでもこの先にお墓はあるのよね。今日これからアンデッドの時代を終わらせてあげるから、あなたは今までに挑んでいった人たちのお墓でも作ってな。びっくりはしたけどラッキーだったぜ。この先に墓があることも確定したし、そこが原因だってのもほぼ確定したからな。よし、村人、あとは私に任せとけ。今から全部解決してきてやるよ。お、やっと墓っぽい場所に着いたかな。え、こんなところに入ってくのか。まあお墓って時点である程度覚悟はしてたんだけど、ちょっとこれは雰囲気出過ぎな気もしてるよね。まあうじうじしててもしょうがない。ここは覚悟を決めて中に入っていきますか。このそこらに落ちてる骨は一体誰のなんだ。あの村人の話を聞いた限りだと、きっとこの墓に入った人のものだと思うけど。ねえ、これどこに進むのが正解かな。とりあえず雑でも道みたいなのがあるから、それに沿ってけばいいんじゃないか。うへえ、蜘蛛の巣とかもいっぱいあるし、なかなか思うようには進めないかもね。よしよし、ちょっと広いとこに出れたかな。おっ、ちょっと見えにくいけど、この先にも広場があるみたい。アンデッドもちょこちょこ湧いてきちゃったね。まあここ敵の本拠地だからね。正直もっと大量を想定してたから、このぐらいの敵ならまだ全然楽勝って感じ。確かにそう考えるとちょっと違和感あるよな。手追い、なんか噴水とチェストがある。それに手前にはなんか変なの起きてるよ。あ、でもその前に後ろから敵がついてきてるから気をつけて。まあこのぐらいならなんてことはない。おっ、いいじゃん、武器に完全に慣れてる。これならここでボスが出てきても簡単に倒せそうだぜ。で、このいかにも怪しい骨とチェストね。ってなんだ、骨と本とポーション。なんだろう、すごい不思議な組み合わせだ。でもこの骨は地面に落ちてるやつと関係ありそうだよな。そんでこの本は何かの座標？それと堕落した英雄って書いてある。つまりこの墓場にはもういないってことか。チェストに入ってたアイテムを持ってこの座標に行けばいいのかな。ちょっと距離はあるけど行ってみる価値は十分にあるわね。じゃあこの置いてある骨も持ってちょっと移動してみるか。書かれてる座標付近に来てみたけど、別にこの辺特に何にもなさそうなんだよね。そうだよ、こんな海のど真ん中だぞ。絶対さっきの墓場の方が可能性高いって。やっぱこの本は誰かのいたずらなのかな。いや、それにしては座標が具体的すぎると思うんだ。手を入れ、霊夢水面を見てみろ。うわ、なんだこの黒いやつ。もしかして何かの影とか。いや、でもこんな海のど真ん中に何があるってのさ。海の中に何かあるか。いや、もしかしてこの真上に。では上に島がある。こんな海のど真ん中にあんなでかい島。この上に行けばアンデッドの時代を終わらせられるかな。ちょっと上まで距離はあるけど、まずはあの島まで登ってみますか。はぁ、はぁ、やっと島が見えてきた。いや、軽く200ブロックは登ってるからな。さて、こんな変なとこにあるこの島はどうなってるのかな。ここまで来たんだ。さすがにそろそろ決着をつけたい感はあるよね。とここは、神殿みたいな感じか。まあちょっとアンデッドが湧いてるから、まずはそれを片付けて、それからこの島をちょっと調べてみますか。
この本は何だろう。ざっと見た感じ堕落した英雄と戦った人の西か。以前にもここまでたどり着いた人はいたってことか。ただ完全に取り込まれて敗北したと。でもこれなら戦う場所はここで合ってるみたいね。この本を見たならすぐに立ち去れなんてことも書いてある。もし負けたら私がアンデッドになる。勝てばこの時代にケリをつけれる。いいね、最高にワクワクしてきた。さっさとここに呼び出してぶっ倒してやろうじゃない。よし、これでセットできた。あとはこのポーションみたいなやつを真ん中に使えば。おっぽいなんか出てきたぞ。これが堕落した英雄。サイズ的には大きくないもののオーラが今までのセット段違いだ。よし、この時代に来て学んだことを最大限に活かして戦おう。AR 化された。くっそ体の自由がつかない。まあこうなると踏んで水バケツ持ってきたのは正解だったな。いや、さすがにこれは想定外でしょ。まあでも持っててラッキーだったわ。 AI って、まずはこいつがどんな攻撃をしてくるか見極めないと。そうだな、火力に攻撃の種類、対処法を早く見つけて、そっからがこっちのステージだ。で、今回はエンダーステップを持ってきたんだね。スタミナ消費はちょっと多いけど回避に一番ぴったりだから。で、おいおいこいつ、今まで取り込んだ死体を上から振らせてやがる。これだけの量の死体、一体何年もアンデッドの時代が続いていたんだ。それに生命力が高いやつは敵として襲ってきてるわね。そんな敵が増えてお前一人で相手できるのか。ちょっとマリサ最強の名を舐めないでほしいんだけど。増えたら増えた分だけこっちが刈り取ればいい。さっきは相手の攻撃を自らなんて言ってたけど、へへ、ちょっと気が変わっちゃった。今回ばかりは最初から全開で戦ってくよ。うお、この視点で見るとかっこよさが倍増だな。霊夢さんって下も空いてるから気をつけて。こいつらも英雄と一緒に刈り取ってやる。さあ、このままいけるとこまで削っちゃえ。いいね、ザコは全部倒せてる。ただこいつの攻撃頻度が高いのが厄介だな。ここは一旦 HP 的にも金リンゴを挟みたいな。よし、今なら金リンゴ食べれるね。で、アップネギリギリ回避。よし、そしたらまたこっちから攻撃するぞ。とこの攻撃はしっかり回避。ああ、もうまた浮かされた。この時攻撃できないから嫌なんだよね。おっ、もうすぐスキルゲージが溜まりそうだよ。そしたらどこに攻撃当ててスキルを使ってみようか。いや、待て、英雄がまた死体を上から振らせてる。だったらスキルでまとめてぶっ倒そう。思ったより敵が多いな。スキルを使うと格闘術になるのか。ただ使いすぎると完全にアンデッドに取り込まれるから注意が必要。テクソまた浮かされた。ただこっちを浮かせるのに力を使ってるのか。お前が浮いてる間は何もしてこないぞ。それにスキルのおかげか効果もゆっくりになってる。ちょっとまだ少量だけど、今溜めた力を解放していくよ。これじゃあまだ全然倒れない。それにどんどん敵が増えてく一方だ。まだ今よりもっと全体を巻き込みながら戦ってかないとキリがなさそうね。さあさあ、半分ぐらいは削れてきたかな。心なしか武器の火力も上がってきてる気がするぜ。そう、つまりこっからは完全に私のターン。今までも全力で戦ってはいたけど、こっからさらにギアを上げて攻撃していくよ。さあ、まずウィザーの攻撃で一発、近くに引き寄せてこっちの前に無理やり連れてくる。そして追いかけてきたが、子供を先に処理しようか。おや、いつまたスケルトンの頭飛ばしてくるぞ。ちっ、これはさすがに避けれなかった。でもエンダーステップで次の行動に移るのはいい判断。よし、軽く体勢を整えたら相手の攻撃を誘発していくよ。よし、この攻撃なら直後に隙ができる。このタイミングで一気に決めてやる。さあ、また相手を無理やり移動させて、この鎌で最後の 1HP まで削り取ってやる。おい、なんか様子がおかしいぞ。まさかの第二形態？やべえな、こいつそこまで怨念抱えてんのかよ。ならもっかい私がぶっ倒せばいいだ。で、目の前が真っ暗になった。くっそ、これじゃあ何も見えねえ。こんだけ見えないと自分がどこに立ってるのかすらも怪しいな。それに敵の位置も全く把握できない。こんな状況でどうやって戦えばいい？勝手に飛ばされた。こいつも敵を自分の目の前に移動できるのか。で、また目の前に近づいてきてる。でも敵の移動速度はだいぶ遅いみたいだね。それならこっちから近距離の攻撃を仕掛けられるか。装備も強いし、やる価値は十分にあるだろ。よし、次急接近した時に仕掛けてみるよ。さあ、いつ来る？
近づいてきてる気配はする。よし、目が見えた、仕掛けるよ。さあ削ってやるぜ。でもって攻撃がクソ痛い。おいバカ、そんな下がったら、ふわっやべえ、海まで落ちちまう。あいつ段違いで火力が上がったぞ。もしかして昔あの元凶の無理やりな戦いで負けたこと、未だに怨念抱えてんのか？もしそうだとしたら面白いこと考えた。でそんなことより早く上に戻らなきゃ。そんで面白いことって何なんだ？この英雄がまだ攻撃力に嫉妬してるなら、次は私がそれを攻撃力で上回る。アゴニーはかなり火力が高い武器だし、金リングを使ってちょっと無茶な戦い方をすれば、それでこいつのプライドもボッコボコと。そりゃあ私のお世話になった村もこいつのせいでめちゃくちゃにされたし、さすがにこんぐらい暴れさせてもらわないとこっちの気も済まないわ。まあお前ならそうだろうな。いいぞ、一気に削り切っちゃえ。よし、まずこの雑魚をぶっ倒しましてっと。さあ次はお前の番だぞ、堕落した英雄。さてさてどう攻めてやるか。まあまずは最初に思いっきりスキルで削って、すげえ一気に100ダメージは入ったぞ。そしたら金リンゴで回復をブースト。さあこっから一気に行くよ。まずは回転で切り込んで下からすくい上げる。通常攻撃で勢いをつけてスキルで一気にぶっ倒す。強いこの感じ。まだもう一段階残ってるってのか。いいよ、何回でもぶっ飛ばしてやるよ。あいつ張ってでも抗ってきてる。ここまでするなんてとんでもない執念だな。最後ぐらいアンデッドの力を持った武器で終わらせてやるか。さあここでこの時代に蹴りをつけよう。まずは思いっきり鎌を振りかざす。その後数回通常攻撃を挟んで、距離を取ってイザーの攻撃。あいつもうろくに移動できてないみたいだな。同情はしないぞ、堕落した英雄。お前がそんな状態でもこっちは本気で戦ってやる。でもまだ雑魚を生む体力は残ってるみたい。こんなやつ今の私にとってはいてもいなくても変わらない。さあ次はお前の番だ。まずまた鎌を大振りで HP を削り取る。そしたら通常攻撃で追い打ちも。ただこいつの効果力は未だに健在か。そしたらここは一旦引いてイザーの攻撃をぶち込むよ。いいぞ、しっかり当たってる。そんでこのタイミングで金リンゴ投入。これがラストスパートだ。敵の体力は57。あと一撃で仕留めてやる。たっぷりと助走をつけて、そしてアンデッドの力で思いっきり命を刈り取る。アンデッドの時代、終わらせてきたぞ。英兵たちが残してくれたこの村は僕たちに任せてくれ。まあ正直私たちも生きてた時代があるからさ、ここにずっと残れるわけでもない。でも絶対ここには人が住み着くから、だからそれまでの間私の子分に守ってもらうことにしたよ。あの堕落した英雄の落としたアイテムな。こいつは私の命令に従順だからね。それにそこらの敵より全然強い。ガードマンとして最適解なやつなんだ。よし、じゃあここに召喚。もう思いっきりアンデッドなんだよな。いいな私の可愛い子分。この村は何があっても守るように、村の成長には必ず協力するように。お前はきっと寿命がないんだ。また未来で再会できることを祈ってるよ。兵、これはもらった武器のお礼だよ。私はこの装備で時代に蹴りをつけたんだ。見た目が超かっこいいだろ。さあほら、武器は持ったか。アトルイネと最初の剣と盾。正直元の時代に持ってけるかはわかんないけど、試してみる価値は十分にあるからね。それさえ持てたらあとはもういいかな。そうだな、残りは村の発展にでも使ってもらおう。ほら、ゲートが閉じる前にさっさと行くぞ。やっぱりアンデッドを倒すことでポータルが開いたのね。ここまで来ると誰かの仕業じゃないかとも思うけど。問題はこのポータルの向こうがどう変わってるのか。アンデッドがいなくなって平和になってるか。それともまた何かが猛威を振るっているか。そんなのどっちでも大丈夫よ。何かがいるなら私が全部ぶっ倒す。だって私が、最強の存在なんだからね。